名王モルゴスモルゴスは JRR トールキンの中津国を舞台とした小説、シルマリルの物語の登場人物。エル・イル・バタールによって作られたバラールの一人で、神々の王、マンウェトは兄弟の関係にあった。彼の本来の名前はメルコールであった。メルコールは、バラール、ひいては全アイヌアの中でも、最大の力を持つ存在であり、力と知識において、 最も優れた資質を与えられていた上、他のバラールの資質をも、いくらかずつ合わせ持っていた。だがこの力を、悪しき方向に使い、真上の王国を力で奪い取ることに費やし、アルダに回復不能な傷を負わせた。この反逆をもって、メルコールという名は奪い去られ、彼は、もはやバラールの一員としては数えられない。マイアールの中には、彼の力に依附し、使えるものも現れた。 彼は、アルダの内と言わず外と言わず多くのマイアールを堕落させた。その中でも強大なものがサウロンであり、それよりも卑小なものたちがバルロングであった。彼は、シルマリルの物語における邪悪なものたちの主界であり、なおかつ、コビットの冒険や指輪物語にまでおけるアルダの諸悪の根源でもある。彼の本来の名前である、メルコールは空縁屋で力に手立つ者の,の意である。 このメルコールをシンダール語で表したものがベレグーアになるが、シンダールにとって初めて会った時から敵であった。彼にこの名前が用いられることは一度もなかった。ゆえに彼らはベレグーアをもじってベレグアスと呼んだ。これは大いなる死を意味する。メルコールの名が使われなくなった後はモルゴスと呼ばれるようになったが、これはシンダール語で黒き敵もしくは暗黒の敵を意味する。 この他にシンダール語で圧政者の意味を持つバウグリアの名で呼ばれることもある。なおモルゴスと名付けたフェアノールがシンダール語を知っているはずがないので、本来は空縁屋で黒き敵と呼んだはずである。原作者のトールキンはモルゴスの空縁屋型についていくつかの案を出しており、モリンゴットまたはモリコットになるだろうと記している。しかし明確にどれが正解かは述べていない。 彼の最も代表的な肩書きは、名王である。ダークロードという単語が世に初めて用いられたのは、指輪物語のサウロンだったが、本来は、モルゴスこそが、初代の、名王にあたる。アイヌアとしては、極寒と灼熱を生じさせたものだったが、あるだに害を加える上で、最もよく用いたのが暗闇であった。本来は、暗闇は少女にとって恐れる、必要のないものであったが、 暗闇をすべての生ある者にとって花だしい恐怖に満ちたものへと変えてしまった。故に彼は名王と呼ばれるようになったのである。この他にエルフたちからは大敵や暗黒の王などと呼ばれた。彼自身が称したものとしては世界の王や人間の英雄風鈴に対して名乗ったアルダの運命の主、長女王がある。しかし長女王は真上の肩書きであり、 モルゴスの詐称に過ぎない。シルマリルの物語には出てこないが、中津国の歴史シリーズにのみ登場するものとしては、北方の暗黒の力、地獄の王、巨幻の王、最下の王、地獄の民の君主などがある。彼の力は全アイヌは中、最強といって良いものであった。原作者のトールキンは、メルコールの元来の性質は、 よりはるかに強大なものとして作られたと、後のフィンドドとアンドレスの装甲にて書いている。彼は、エル・イルーバタールを除けば、最大の力を持つものであり、他のバラールが海一丸となって挑んでも、彼を制御することも爆サにつけることも、不可能であった。前世紀のメルコールはただ睨みつけるだけで、真上の気力をくじくことすら、可能だったという。しかし、ここで重要なことがある。 彼の力は確かに膨大なものではあったが、エルとは異なり所詮は有限のものに過ぎないという点である。彼は、無分別に力を虚しく浪費したり、他者を堕落させたり、配下に力を分け与えたり、邪悪な生き物を作ることなどによって、少しずつその力を減じていったのである。このことの詳細は、メルコールの弱体化を参照されたい。彼のその絶大な力は、 原初のアルダの形成期の時に最も発揮された。彼は自身の欲望や目的に沿うようにねじ曲げようとし、各所で盛んに火を燃やしたのである。そして若いアルダが炎で満ちると、そこを我が物にしようとした。彼は他のバラアルがアルダを形作ろうとするのを妨害し始めた。彼らが陸地を作り上げるとメルコールが破壊し、彼らが谷をうがつとメルコールが埋め戻してしまった。 山々を積み刻み上げると、メルコールがこれを崩した。海を作るため深く掘ったなら、メルコールが海水を周囲に溢れさせてしまった。格のごとく、バラールが仕事を始めても、必ず、それを元に戻すか損ねてしまったのである。このためアルダは当初、バラールが思い描いていたものとは異なるものに、仕上がってしまった。これらの混乱が投御されるのは、大い子のこととなる。彼は、 その強大な力を用いて二つの山脈を隆起させた。中津国の極北に作られた鉄山脈と中津国の南東部に作られた霧降り山脈である。前者は彼の最初の大規模地下要塞である宇都宮の防壁として築かれ、後者は下流土神を愚めが中津国内部に分け入るのを妨げるために築かれた。また後者はコビットの冒険及び 指輪物語にも登場し、闘輪たちや、フロドたち一行が、霧降山脈越えを観光しようとしたことや、ドワーフが、リアの王国を山脈内に築いたことでも知られる。またアマンから帰還した直後に、鉄山脈の南側に、第二の大規模地下要塞として作り直される、アングバンドを掘った時に出た、大量の土砂とつぶて、それと地下用航路から出た、 大量の灰や交際を積み上げたサンゴロドリムの塔と呼ばれる連邦を築くことになる。第二代名王となったさ、ウロンがせいぜい山を破壊できる程度の力であるのと、比べれば最強のアイヌアである彼の力が、どうほどのものであったかがこのことからもわかるだろう。彼は、山々の頂から、山々の下なる深い陽光炉に至るまで、霊気と火を支配していた。そして、 彼が挫しているところには暗黒と影が周囲を取り巻いており、その暗闇は優れた目を持つ真上とその召使いたちでさえも見通すことはできなかったという。また、イルーバタールから人間が贈り物として賜ったしに影を投げかけて暗黒の恐怖と混同させし起きすべきものとしてしまったのも彼の仕業であった。メルコールは他のバラールの中でも アウレと最も似ていた。才能や考えること、新しいものを作り出すことでその技を賞賛されることを共に喜んだ。しかし、アウレがエル・イルーバタールに忠実であり、他者を妬むことはなく、自らの制作物に執着することがなかったのに対し、メルコールは、アウレを妬み、戦望と所有欲に身を焼くようになっていった。結果彼は、他者の作品を破壊するか、模造するか、 醜く作り変えるかのいずれかしかできなくなってしまった。そのメルコールが作り出したのが邪悪なオークやトロル、竜のような怪物たちである。エルフの古剣やエントたちに言わせると、オークは捕らえたエルフを醜くねじ曲げ変質させたものであり、トロルはエントの模造物であるという。しかしこれは彼らの間での通説であり、実際のところオークやトロルの成り立ちは不明なところが多い。ただ、 モルゴスが深く関わっていることだけは確かである。メルコールが最初に目に見える形を取った時は、彼の真珠に燃える悪意と鬱屈した気分のため、その形は暗く恐ろしかった。彼は、他のバラールの誰よりも強大な力と威厳を見せて、アルダに降り立った。ながその姿はさながら、頭を雲の上に出し、その身に氷をまとい、頭上に、煙と火を、王冠のようにいただき、 海を渡る山のようであった。そしてその目の光たるや熱を持っていらせ、死のごとき、冷たさで差し貫く炎のようであったという。弱体化した後に彼が取っていた姿は、ウトムノの圧生者としての丈高く見るだに恐ろしい暗黒の王の姿である。ウトムノができて以降、彼はアマンに囚われていた一時期を除き、ずっとこの姿をとっていた。上野エルフの上級王。 フィンゴルフィンとの一騎打ちの際は黒い鎧で身を包んでおり、頭には鉄の王冠をいただき、地下世界の大鉄碑、グロンドと紋章のない黒一式の巨大な盾をその手に携えていた。エルフ王の前ではモルゴスの姿はまるで塔のようであったという。なおアマンで撮っていた姿は詳細はなく、バラとして最もらしい姿をしていたとくらいしか書かれていない。 トールキンはこのメルコールの弱体化というアイデアについて、二つのパターンを考えていた。そのうちの一つが出版された、シルマリルの物語や、オアラザリシ物語にもあるように、アルダを侵食するために、数多い下僕に悪意と力を注ぎ込んで繰り出し、己の力を空虚さの中に浪費しているうちに、本来は並ぶもののなかったメルコール自身の力は少しずつ損なわれ、 弱まっていった、というものである。この結果、諸力の戦いでうつむのを攻略したマンウェイは、要塞の最深部で、メルコールと、相見えたが、二人とも大いに驚愕したという。マンウェイは、メルコールの眼光でもはやひるむことがなかったため、メルコール個人の力が衰えたことに気づいたためであり、逆に、メルコールはそんなマンウェイを見て、自身の力がマンウェイよりも弱体化したことを見て取った。 ためであった。そして彼は、トゥルカスと組み打ち、投げ飛ばされ敗北を喫するのである。もう一つの案は、メルコールがあるだそのものを支配するために、自己とアルダを同一化しようと試みた、というものである。これは、サウロンと一つの指輪との関係に似ている。だがそれよりも、はるかに広大でなおかつ危険な方法であった。つまり、アルダす全てが、メルコールの要素、 を含むこととなり、汚れてしまったからである。このためアマン以外の地で生まれ育つ者は、大なり小なり、メルコールの影響を受けてしまうことになった。しかしこのことと引き換えに、モルゴスは、彼が持っていた、膨大な力のほとんどを失ってしまった。ゆえに、中津にすべてがいわば、モルゴスの指輪となったのである。ただ、サウロンとモルゴスの指輪の違いは、サウロンの力は、 小さいが集約されているため指にはめることができ、彼は脊実にも増してその力を発揮できるが、モルゴスのそれは、彼の膨大な力が、中津区に天根区に散逸してしまっており、彼の直接的なコントロール下にはないという点である。そしてその膨大な力を差し引いて残った余りもの、それがすなわちモルコスに他ならないということは、彼の肉体に宿る霊がひどくしなびて、 零落してしまったことを意味した。しかしこのためにモルゴスを完全に滅ぼそうとするならば、アルダそのものを完全に分解しなければならないというジレンマが生じてしまった。バラアルがモルゴスとの全面的な戦いになかなか乗り出さなかったのはこのためである。どちらのアイディアが最終的な通る金の意図、つまり、聖典となったのかは曖昧もことしており、出版されたシルマリルの物語では、 前者の案を採用している。いずれにせよ、弱体化した、モルゴスは、この結果、永遠に、受肉してしまい、アイヌアなら誰でもできる、肉体を捨てて不可視の姿に戻ることさえできなく、なったのである。トールキンの総甲によると、第一期末のモルゴスの力は、第二期のサウロンよりも劣るものであったという。弱体化及び受肉し、堕落して、 アイヌワとしての力をほとんど失った、モルゴスに残されたのは、巨人の元体陸と海力と陸爆かの魔力、あと元原としての移行は久しく、後を止めたため、彼の面前では、ほとんどのものが恐怖に落ち込むこととなった。とはいえ、彼は、受肉したことにより傷つくのを恐れ、自身が戦いに巻き込まれるのを可能な限り避けるようになり、もっぱらげ僕たちや卑劣なからくりを用いるように、 なっていった。砲撃戦争において、彼が自ら戦場に現れて、武器を振るったのは、ただの一度だけであり、そのほとんどをアングバンドの信号に引きこもって過ごした、ため、弱体化後のモルゴスの能力的な描写があるのは、わずかなものでしかない。彼は、サンゴロドリムから一煙を吹き出させ、時には火炎流を流出させたり、炎を太矢のように遠く飛ばし落ちた箇所を破壊したり、 することができた。フィンゴルフィンとの決闘の際には、大鉄槌グロンドを高々と振り上げる愛好のごとく、打ち下ろし、大地をつんざいて大きな穴を開け、そこからは煙と火が発したという。また、人間の英雄風鈴を魔力で金縛りにし、彼の家族たちに呪いをかけ、後に、一家全員の運命を破滅に追い込んでいる。ただこれは、文字通りモルゴスの呪いの魔力なのか。 彼の下僕であるグラウルングを用いて結果的に、そうなるように仕向けたのか、線引きが難しいところがある。実のところ、メルコールの持っていたオリジナルの力が減じてゆき、弱体化してゆくというアイディアは、後期空演タシルマリルリオンのアマン年代記にて初めて見られるもので、初期空演タシルマリルリオンには見られないものであった。EEQ は、中津国の歴史シリーズの五巻にあたり、 LQ は10巻から11巻にあたるが、LQ で物語として改編、執筆されたのは、トゥーリン、トランバールの死あたりまでで、それ以降の部分は EQ を用いざるを得なかったため、これは特別厄介な問題を引き起こした。すなわち古い時代に書かれた EQ と、より発展した構想のもとに書かれた LQ の間では感化しがたい不調和が生じたということで、これは、 変者のクリストファーも認めている。この不調和には様々な設定の際などがあるが、その一つとして、シルマリルの物語の終盤部分はメルコールの弱体化というアイディアがない時代に書かれたものだということに留意する必要がある。世界が始まる前、最も力あるアイヌアとして誕生したメルコールは不滅の炎を求めてしばしば一人虚空に入った。彼には、 エル・イルーバタールが、国空のことを全く帰り見ないように思われたため、それに不満を抱き、彼を想像したものを見習って、意志ある、ものたちを作り出し国空を満たしたいと考えるようになった。だがそれには神秘の日、不滅の炎が必要だったのであるが、彼はそれを乱すことはできなかった。なぜならばその日は、イルーバタールと共にあったからである。しかしこの単独行動が過ぎるあまり、彼は、 次第に同胞たちと異なる独自の考えを抱くようになっていった。そして、世界創造の歌、無数のアイヌアの聖火隊による音楽、すなわちアイヌリンダレが歌われた際、主題が進むにつれ、メルコールは真珠に彼独自のビルーバタールの主題にそぐわぬことを織り込もうという考えを起こした。 メルコールは自分に割り当てられた西部の力と栄光をさらに偉大なものにしたいという欲望が湧き起こったのである。そして世界創造前に抱いた考えの一部を彼の音楽に織り込んだのであった。すると彼の周囲には不協和音が生じ他のアイヌアの旋律を生み出し中にはメルコールの音楽に調子を合わせるアイヌアも出始めた。こうして彼の不協和音は イルーバタールの主題とぶつかることとなった。するとイルーバタールは第二の主題を提示し新たな音楽が始まったが、またもメルコールの不協和音がこれと競い合い、最後には勝ちを制した。しかし、イルーバタールが提示した第三の主題は全く相入れない二つの音楽が同時進行するような主技となり、最後には、 イルーバタールの主題が、メルコールと同調者たちの不協和音さえも取り込んで、一つの音楽として完成するようになっていた。そしてこの時イルーバタールは、メルコールを叱責したが、彼は恥じった者の,の考えを改めることなく、むしろ密かに心に怒りをついた。イルーバタールが、アイヌアの音楽の産物であるエアを減守させると、アイヌアのうち最も力ある者の,の多くがあるがに、心を奪われたが、 その最たるものが、メルコールであった。もっとも彼はアルダに赴いて、ビルーバタールの子らのために準備を整えるよりも、実のところ、アルダの支配者となりたかったのであるが、そして歌の主題が実在となって地球すなわちアルダが、誕生すると、彼が生じさせた極寒と灼熱を投御するという、口実を己自身も信じ込んで、アルダに降った多くのアイヌアの一人となった。 そしてバラールがアルダを仕上げるのは自分たちの仕事で、あると気づき、その大事業に取り掛かったとき、メルコールはアルダを我が物にしようとし、他のバラに、そう宣言した。しかし兄弟である万上にたしなめられていったんは退き、他の場所に立ち去り、そこで自分の好き勝手をしたものの、彼はアルダの支配を諦めてはいなかった。そこでバラールが目に見える書力として、肉体をまとい、 美しく地上を歩く姿を見て嫉妬にもえ自らも肉体をまとうと同胞たちに戦いを挑んだしばらくはメルコールが優勢だったがトゥルカスが参戦するとアルダからの闘争を余儀なくされたアルダの外なる暗闇に追いやられたメルコールはトゥルカスを想像しつつ密かに機会を伺っていたその間にバラアルは世界に秩序をもたらし ヤバンナの種子もまかれ、メルコールの火も沈められるか、あるいは、現初の山々の下に埋められた。そして世界には、光が必要となったため、アウレが二つの巨大な灯火を作り、そして、バルダが灯火に明かりをつけ、マンウェイがこれを清めた。バラールはこの灯火を南北にそれぞれ据えつけた。この灯火が据え付けられた柱は、後の世の、いかなる山々も及ばないほどの高さであったという。 その10日の会ヤバンナの趣旨はたちまち芽吹きをいしげり、獣たちも現れ出た。そして中津国にかつてあった大古に浮かぶアルマレンの島に彼らの見合いを築き、縁を開き、アルダの春と呼ばれる平和な時代を謳歌し始め、いかなるかも懸念せずにいた。しかしメルコールはこれらのことを全て把握していた。なぜならば彼が堕落させたスータのマイアールがスパイとして働いていたからである。 彼らの超朝うろんであった。やがて、トゥルカスが心地よい疲れから眠り込んでしまうと、機械到来と見た、メルコールは堕落させた精霊たちを、エアの館から呼び出し、10日もおぼろな中津国の遥か北方に、鉄山脈を築き、その山々の地の下深くに穴を掘り、大規模な地下要塞を作り始めた。これこそうつむのである。この地より、メルコールのいの気が流れ出て、 アルダの春は台無しとなった。植物は病んで腐り、水は淀み腐敗し、獣たちは角や牙ある怪物となり、大地を血で染めた。ここに至るバラールも、ようやくメルコールが活動を再開したことを悟り、彼が潜んでいる場所を探し求めたが、メルコールは彼らが準備を整える前に奇襲を仕掛け、アルマレーンを照らしていた二つの巨大な塔下を破壊してしまった。 この時アルダがこうむった被害は甚大で、陸は砕け海は荒れ狂い、東下は破壊の炎となって流れ出た。このためバラールが最初に構想した世界は決して実現しなくなってしまった。復讐を終えた、メルコールは速やかにウトムノに撤退し、災害の鎮圧で手一杯のバラールには彼を追撃する余裕はなかった。かくして、アルダの春は終わりを告げた。 アルマレンの彼らの見合いは完全に破壊されたため、やむなく、バラールは中津国を去り、西方大陸アマンに移り住んだ。そして、メルコールを警戒し、ペローリ山脈すなわちアルダで最も高いアマンの山脈を防壁として築いた。とはいえ神々は完全に中津国を見捨てたわけではなく、ウルモの力はメルコールの暗黒の地にあっても耐えざる水の流れの形をとって配慮され、 やばな、オロメの二者はアーマンから遠く隔たった暗黒の地にも時折訪れた。前者はメルコールのもたらした傷を少しでも癒やすため、後者はメルコールの怪物を狩るためであった。メルコールはそんなおろめを恐れうとんじ、彼の侵入を妨げるため、霧降り山脈を隆起させた。そして、鉄山脈の西方、北西の海岸からさほど遠くないところにはバラールの攻撃に備えて、 城塞と武器庫を作った。これはアングバンドと名付けられ、副官、サウロンをその守りに当たらせた。この暗黒の時代にメルコールによって変説させられた邪悪なる者たちや怪物たちが数多く、育ち抜こするようになり、以後久しく、世を悩ますこととなる。そしてこの後長期間にわたり中津国は、メルコールの支配下にあり、彼の暗黒の王国は絶えず中津国の南方へと、 拡大していった。バラールが新たにアマンに気づいた国バリノールには彼らのとバルマールが築かれた。そしてこの都の正門の前に緑の月山があり、ヤバンナはこれを清めるとその地で力の歌を歌った。この歌により生まれいげたのが世に名高い二つの木である。至福のチェアマンはこの木によって美しく照らされたが、その光は中津国にまでは届かなかった。未だ中津国は うトむのにいるメルコールの暗闇の下にあった。そこでバラールは会議を行い、やがて目覚めるであろうイルーバタールの子らのために中津国をこのままにしておいてよいものか、と意見を出し合った。しかしマンドスの最初に生まれる者たちは暗闇の中に目覚め、まず星々を仰ぎ見るという宿命があり、さらに大いなる光が現れるとき彼らは推理するのだ、という発言から、 バルダはアルダに降り来たってから、今までになかった大事業に取り掛かった。二つの木からこぼれ落ちる炉を受け止める、バルダの泉からテルペリオンの銀の雫を救い取り、それをもとに、いくつもの新しい星々を天に輝かせ、そして、メルコールへの挑戦として、滅びの印であるバラールのマ、ま、すなわちバラキアカと、呼ばれる七つの強力な星々を天にはめ込んだ。 この難事業を長いことかけてバルダがやり遂げたとき、エルフはついにクイビエネンの湖のあぜにて目覚め、第一期が始まったと言われる。警戒に、ぬかりのないメルコールは、早速彼らに気づき、エルフを惑わそうとし、黒いカリウドの姿をした召使いたちを送り込み、これらはエルフを捕らえてはむさぼに食った。このため、狩りに出かけた、オロメは、偶然彼らと開口し彼らを、 エルダールと名付けて、親愛の情から近づいたのだがエルフたちの多くは彼を恐れて逃げ出すか、隠れるかして行方知れずとなった。しかし勇気あるエルフは踏みとどまりおろめが暗黒の下僕などではないことを見て取った。そしてエルフたちは皆彼の方に引き寄せられていったので、ある。しかしメルコールの罠に落ち込んだ不運な者たちは確かなことはほとんど知られていないものの、 ウトムのの地下深くに囚われて、彼の魔力でねじ曲げられ、多く溶かしたのだと、後の賢者たちの間では信じられている。オロメからこのエルフの目覚めは、バリノールにも伝えられ、バラールは大いに喜んだ。しかし、喜びの中にも惑いの気持ちもあった。そこで彼らは、メルコールからエルフたちを守るためにはどうすればいいのか、長い時間をかけて話し合った。そしてマンウェイは、 ビルーバタールの助言を仰ぐと、バラールを召集し、いかなる犠牲を払おうとも、メルコールに対して、戦を仕掛け、エルフたちをかの影から救い出すべきだと宣言した。これを聞き取るカスは喜んだが、アウレはその戦いで被る世界の傷を思って心を痛めた。そしてバラールは軍備を整え軍勢を率いたアマンから出撃した。メルコールはアングバンドでまずバラールの攻撃を迎えたが、 これにこうしえず陥落し、このため中津国北西部は甚だしく破壊された。メルコールのメシスカイたちはバラール軍に追われて、トつノに遁走した。ついでウトつノの向上戦にかかったがこれは長く苦しいものであった。ウトつノは地の底深く掘られ、穴という穴はメルコールの人をびびだしいメシスカイたちで満たされていたからである。しかしついにウトムノは破られ、 要塞の屋根は引き剥がされ、地下孔は皆、剥き出しとなり、要塞最深部での激しい戦いの末、メルコールはトゥルカスに組み伏せられ、アウレの作ったアンガ外ノールの鎖によって縛り上げられた。こうして、世界端々ししの間、平和を得ることになる。しかし、ウトゥムの遺北は徹底的に破壊されたものの、バラアルが、ウトゥムのお攻めを急いだあまり、アングバンドは完全な破壊は免れた。 このため、メルコールの下僕たちの中には、バラールの追求を逃れた者も、大勢いた。メルコールの副官、サウロンはついに見つからなかった。またこの戦いの余波で、中津国北西部の地形は激変し、海岸線は荒た破壊され、広大な高地が隆起したり、大会が広く深くなるなど中津国が被った被害は、甚大なものであった。バリノールに連行された。 メルコールは、真上の足元にひれ伏して、許しをこうたが、却下されマンドスの砦に投獄された。彼は三期の間ここに遊兵された。その後再びバラールの玉座の前に引き出された。彼は、バラールの栄光をその目にして、嫉妬の念を懐き、初心の足元にはべっているエルフたちを見て、憎悪で、その心中は、膨らんでいった。しかし彼は、真上の足元にへり下って、 許しをこい、改心したふりをしてみせた。そこで、真上は彼を許したものの、バラールはすぐには警戒は解かなかったため、メルコールはやむを得ず、他のバラやエルダールを助けたり助言を与えたりして、少しずつ周囲の警戒を返していった。そしてしばらくの後、メルコールは自由にアマンを動き回っても良いという許可が与えられた。真上には、 メルコールの悪が強制されたように思われたからである。しかしウルモとト,トルカスは彼の改心を信用しなかった。メルコールはエルダールが自身の没落の原因となったことを決して忘れてはいなかった。それゆえ彼らとバラールを罹患させようと考えるようになる。彼は真珠に憎悪の念を抱きつつ、それとは裏腹に親愛の情を装ってエルダールに近づき、 彼らのために惜しみなく、知識や力を提供した。しかし、マンウェイとバルダに最も愛されている、バンヤールエルフは彼を怪しむことをやめなかったため、彼らを堕落させることは難しかった。また、ハルマリの方は逆に、メルコールの方が全く気にもかけなかった。彼にとっては役に立ちそうもないと見たからである。しかし、ノルドールエルフは、彼のもたらす知識を大いに尊び耳を傾けた。 このことから、メルコールは、ノルドール族に目をつけた。そんな時フェアノールが最も世に知られる、エルフの作品、大宝玉シルマリルを完成させる。その輝きを目にした、メルコールは、世の何よりもシルマリルを渇望した。そして、身を焦がすようなその欲望に駆られた、彼は、何としてもフェアノールを滅ぼし、バラールとエルフを罹患させようと工作に精を出すようになる。彼は、 時間をかけて巨言の種をまいていった。バラールは嫉妬心からエルダールを中津国から引き離したのだ。これから現れる人間たちに広大な中津国を任せ、エルフたちは自分たちの監視下に置いておくのだ。弱い人間ならば後々支配するのは耐えやすいことだからだ、と。無論これは全く根拠のないことだったのだが、ノルドール族の中には完全に信じるもの。 あるいは、半信半疑なものが、体制続出するようになった。こうして、メルコールの工作は実りつつあった。フェアノールの心中には新天地を望む気持ちが、炎のように燃え盛ったからである。さらにメルコールは、フェアノールに、イボテイのフィンゴルフィンとその息子たちが、ノルドールの上級王、フィンウェイとその調子、フェアノールにとって変わろうとしていると吹き込んだ。その一方で、 フィンゴルフィンとその弟、フィナルフィンには、フェアノールが父親の愛情を独占し、二人を追放しようと、格索していると吹き込んだ。そして、メルコールは武器の作り方をノルドールに語った。彼らが刀剣や槍、斧といったものを作り始めたのはこの頃だと言われている。こうして、ノルドールの範囲を焚き付け、 一族の不和を煽り合い争わせるまでは彼の目論み通りになったが、フェアノールが刀を抜いてフィンゴルフィンを同滑したことでバラールが介入することとなり、この際の審判でことの真相が明らかとなり、メルコールの悪意が明らかとなった。しかしフェアノールは抜刀した罪で12年の間、フォルメノスに追放されることとなった。メルコールはその悪意があらわになったことを悟ると身をくらまし、 トゥルカスの追っ手から逃れると密かに、フェアノールの元へ訪れた。そして偽りの友情を装って、フェアノールをこの境遇から救い出そうと、彼に逃亡を進めたが、その際の発言でシルマリルへの欲望を見抜かれた、メルコールは、フェアノールにメンバーされた上に立ち去るよう命じられ、モンピオが安全で閉じられた。こうして、恥をかかされた、メルコールの心はどす黒い怒りに塗りつぶされたが、 バラールの追跡を暗示てその場を去った。フィンウェイは、急死をバラールの元に送り、オロメとトゥルカスが追跡に飛び出たが、メルコールは北方へ逃走したという情報がもたらされ、二人は全速力で北に向かったが、彼の消息を乱すことはできなかった。メルコールは、守備よく追手を巻いた。北方に向かうと見せかけ、実は引き返して遥か南に去っていたからである。 この頃の彼はまだ、アイヌアなら誰でもできる、姿を変えることも、肉体を捨てて不可視の姿に戻ることも、可能だったからである。もっともこの能力はそのうちに永遠に失われることになるが、そして、ペローリ山脈の東の山陸の裾野にあるアバサールを訪れた。そこには、闇の王具も、ウンゴリアントが生息していたからである。 カノメス雲は光を吸い上げ闇の糸を紡ぐことができた。そしてその紡がれた暗黒の雲の巣にはもはやいかなる。光も届かなくなっていたため、彼女は飢餓に瀕していた。メルコールはここで彼女を探し出すと、暗黒の王の姿を取った。そして二人はアマンを襲う計画を練った。ウンゴリアンとは、本心を言うと初心に挑むのは大変な危険を伴う、ため、恐怖から、 いささかきが進まなかったのだが、メルコールが示した報酬に釣られて力を貸すことを承諾した。そして、メルコールとウンゴリアントはアマンを吸収した。ちょうどその時、バリノールは祝祭の季節であったため、ほぼ全住民は真上のおもとであるタニクエティル山頂の見合いに赴いており、とは無人であった。メルコールとウンゴリアントは二つの木の前に来ると、 メルコールが黒い槍で二つの木を髄まで差し貫いた。木は深手を追って樹液が血のように流れ出た。ウンゴリアントはそれを吸い上げた上、二つの木の傷口に口を開け樹液を一滴残らず飲み干した。そしてウンゴリアントの体内にある知子の猛毒が木に行って二つの木は枯死した。それでもまだ足らず、彼女はバルダの泉をも飲み干した。 そしてミルもおぞましい巨大な姿に膨れ上がり、黒い縁を吹き出した。その姿は、メルコールさえ恐れをなすほどであった。こうして、ウンゴリアントの放つ闇で、バリノールの国は大混乱に陥った。その隙にメルコールは、フォルメノスを訪れ、祝祭に参加していなかった、フェアノールの父、フィンウェイを殺害して、シルマリルと、その他のエルフの宝石のすべてを奪い、 北方へと逃走した。この知らせを聞いた、フェアノールは、メルコールを、モルゴスと呼んで呪った。そして彼は、闇の中へと走り去っていった。これより後メルコールはその名で呼ばれることはなく、モルゴス、黒き敵などと呼ばれるようになる。オロメの軍勢とトゥルカスが、モルゴスを追跡するため直ちに出撃したが、ウンゴリアントの黒雲と闇の中では何も見えず、 結果的に彼らの追跡は虚しく終わった。モルゴスとウンゴリアントは、きしみあう氷の海峡を、ヘルから癖を渡って中津国へ逃亡した。モルゴスは彼女を巻いてアングバンドに逃げ帰る、つもりだったのだが、ウンゴリアントはそれを許さなかった。報酬を要求する彼女に、モルゴスはしぶしぶエルフの宝石をくれてやると、彼女は次々とそれを貪さぼり食った。ウンゴリアントは、 さらに大きさを増し闇を吹き出したが、彼女はまだ満足しなかった。そしてついに、シルマリルを要求したのである。モルゴスは激行し、自分が力を与えてやったからこそ、今回のことはうまくいったのだからシルマリルは決して、渡さないと拒絶した。しかしモルゴスから出て行った力の分だけ、ウンゴリアントは大きくなり、モルゴスは小さくなっていた。そのためウンゴリアントを制御できず、 彼女の紡いだ暗黒の雲の巣に囚われ、宝玉は愚か自分自身の息の根を止められそうになった。その時、モルゴスは山々をも揺るがすほどの恐ろしい絶叫を上げた。その叫びをアングバンドの近下部角下で、主の帰還を待っていたバルログたちが聞きつけ、彼らは火を吐く、嵐のごとくやってきて、その炎の無知でウンゴリアントの雲の巣をズタズタに切り裂くと、 ウンゴリアントを追い払った。一命を取り留めた、モルゴスはアングバンドに新たに、地下要塞を築き、縄文の上にサンゴロドリムの塔を打ち立てた。そしてシルマリルを巨大な鉄の王冠にはめ込むと、世界の王を称して、中津国に君臨した。モルゴスはアングバンドに帰還するとすぐサマセン自宅を、始めた。彼の不在の間、副官、サウロンが、 闇の中で十分な数の多くを繁殖させていたからである。そこで、モルゴスは多くの力と残忍さに加えて破滅と死を渇望する心を植え付けて、彼らを中津国北西部すなわちベレリアンドへと送り出した。そして彼らは退去してシンゴル王の領地を襲った。これが、モルゴスとエルフの間で初めて行われた戦であった。 モルゴスとエルフの大きな戦いはこれを皮切りに全部でこど、行われることとなる。ベレリアンド最初の戦いこの戦いは、シンゴルを除く、アマンに赴いたことがない暗闇のエルフたちと、モルゴスのオークたちとの間で行われた。オークたちは、広い範囲を襲撃して回ったため、シンゴルは、エグラレスとの統率者キーアダンとの連絡を断たれて、しまったため、オッシリアンドのエルフを、 デネソウルに助けを求めた。デネソウルは救援に応え、援軍を率いて、シンゴル王と共に多くを挟み撃ちに支配ボせクめた。敗走した多くたちは鍛え逃げたが、そこではドワーフたちが待ち構えており、これによりほぼ全滅の浮き目にあった。この戦いでエルフ側は勝利を得たものの、犠牲も大きく、特にオッシリアンドのエルフたちは、王デネソウルをはじめ、 多数が打ち死にを遂げた。また西方では、オーク側が勝利を収め、キーアダンは海岸際まで撤退せざるを得なかった。この戦いの結果から、シンゴル王は周囲の者たちを領地内に集めると、妻のメリアンの力で影と窓しの見えざる壁を張り巡らせた。これは、マイアであるメリアンよりも大きな力を持つ者でもない限り、シンゴル夫妻の意思に反して通行することは、 不可能なものであった。以後この魔法体の内なる地は、ドリアスと呼ばれるようになる。ちょうどこの頃、モルゴスに父を殺されシルマリルを盗まれた、フェアノール一等が中津国にやってくる。彼らは、その途上で船を手に入れるために、同族であるテレリたちを殺戮した。この同族殺害の罪と、シルマリルを取り戻すために建てた、フェアノールの誓いは、後々まで彼らに重くのしかかることとなる。 彼らは中津国に到着すると船を焼き捨ててしまった。フェアノールは、皇族のフィンゴルフィンたちをわざと見捨てたのである。フィンゴルフィンは船が燃える赤々とした光を見て、兄が自分を裏切ったことを知った。そしてこの光にモルゴスも気づき、フェアノールが自分を追ってきたことを知る。そこで彼は未だ十分な備えができていないで、あろうことを見込み、多くの軍勢を差し向けた。ここに、 ベレリアンド第二の合戦が勃発する。ダゴールヌ・イン・ギリアスこの戦の時には、まだ月が昇天していなかったためにこう呼ばれた。ノルドールは、不意をつかれた上に、数で劣っていたものの、たちまちのうちに大勝利を収めた。なぜとなれば、彼らは二つの木の光をその目で見た上の、エルフだったからである。この時、キーアダンを包囲していた、多くたちが援軍として差し向けられたが、これは、 フェアノールの息子、ケレゴルムが勘づいて逆に吸収し壊滅せしめた。この合戦は10日間に及び、ベレリアンド征服を目指して彼が用意した、全軍勢のうち戻ってきたのはわずか一握りであった。この結果には、さすがのモルゴスも唖然としたという。しかしモルゴスにとっては、慰めとなることも起こった。当のフェアノールがこの戦で命を落としたのである。 彼は旧敵への復讐の念と憤度のあまり多くの残党を追うのに入れ込み、味方を引き離して突出しすぎたのである。これを見た、多くたちは反転して攻めに転じ、さらにアングバンドからバルログたちが出てきた。そして、フェアノールはモルゴスのオードドルダイデロスで包囲された。彼は死死粉人の戦いぶりを見せたが、ついにはバルロックの長、ゴスモグによって致命傷を負わされた。 その時フェアノールの息子たちが軍を率いてやってきたため、モルゴス軍はフェアノールを放り出して撤退した。フェアノールが死んだ直後に、モルゴスはエルフ側に死者を使わして敗北を認めて和睦の話し合いを申し込んだ。シルマリルを一個引き渡しても構わないという条件付きである。これにフェアノールの長子マイズロスは十分警戒して、双方ともに決められた。 以上の軍勢を引き連れてきたが、モルゴス側の方が多かった上にバルログもいたため、マイズロス以外の者は皆殺しにされ、彼は生け取りにされた。そして、彼を人質としたのであるが、フェアノールの息子たちは誓いに縛られていたため、モルゴスへの戦いを止めることはできなかった。そこで、モルゴスは、マイズロスの右手に、鉄の枷をはめサンゴロドリムの絶壁にぶら下げた。 しかしこの時、月と太陽が空に出現する。これらは二つの木の忘れがたみとも言うべきもので、バラールたちの手で作られ、清められたものであった。この二つの光は共にモルゴスにとっては予期せぬツ打ダで、あり、憎悪の対象となった。そこで彼は、月の火事を取るマヤティリオンに、影の生たちを差し向けたが撃退された。しかし、太陽の船を導く、アリエンのことは、非常に恐れ。 なす術がなかった。モルゴスには、もはやそれだけの力がなかったのである。弱体化した、彼は、アリエンの目に見られることと、彼女が舵事を取る太陽の散然とした輝きに長く、耐えられなかったのである。また、モルゴスの召使いであるオークやトロルにとっても陽光は、致命的であった。彼は、自分と自分の召使いたちを暗闇で追って、陽光から身を隠すようになり、 モルゴス自身はますます地面から離れられず、暗い鳥の奥にこもるようになった。彼の国土はすべて縁無と一面の黒雲に包まれるようになった。そして、フィンゴルフィン一頭がヘルから癖を渡って、寒南深区の末に中津国にたどり着いたのも、この頃であった。彼らはアングバンドの縄文前まで来ると、これを激しく叩いて、トランペットを吹き鳴らし、サンゴロドリムを揺るがしたが、 フィンゴルフィンは、フェアノールと違い用心深かったので直ちに兵を引き、ミスリムの湖へと向かった。太陽が初めて昇った時、ヒルドーリエンでイルーバタールの自主である人間が目覚めた。モルゴスの患者たちはこれに気づくと、すぐに彼の元に中心した。モルゴスはこのことを大事件と考え、副監サウロンにエルフとの戦いの指揮権を委ねると、 暗闇の中密かにアングバンドを出発し自ら中津国奥地に乗り込み人間の心に影を投げかけた。そして恐怖と虚言を持って人間をエルダールの敵として東から彼らを攻撃せしめようと企んだ。しかしこの企みはなかなかうまくいかず完全には成就しなかった。この時点では人間は数が少なすぎたからである。そこでモルゴスは 後のことを彼よりも劣る、少数のメシ使いたちに任せて、アングバンドに戻ってしまった。フィンゴルフィンの長子フィンゴンは、マイズロスの親友であったため、彼が囚われの身になっていることを知ると単身、救出のためにサンゴロドリムの山をよじ登った。そこで、マイズロスを発見するものの、近くに寄ることはできず、マイズロスは、フィンゴンに自分をい殺すよう頼む割様であった。 そこで、フィンゴンが真上に哀れみを、こうと、大足のオーソロンドールがやってきて、フィンゴンを、マイズロスの近くまで運んだ。しかし、魔法の手つかせは外せなかったため、仕方なく右手首を切断し彼を助け出すことに、成功した。フィンゴンはこの組で名を上げ、そしてマイズロスが、ノルドールの上級王の王権を、フィンゴルフィンに譲り、フェアノールが船を焼いて見捨てた諸行を謝罪したために、 両家は再び団結することとなった。ノルドールはドルダイデロスに見張りを置くと各地に使者を送った。シンゴル王はドリアスの魔法体を彼らに開こうとはせず、フィナルフィンの血を引く者だけを中に入れることを許した。フィナルフィンの妻はシンゴルの命にあたるエアルウエンであったからである。そしてシンゴルはノルドール族にヒスルムとドルソニオン。 それと無人の荒れ地であったドリアスの東の地に住まうことを許した。フェアノールの息子たち、特にカランシアはこれを聞いて怒ったが、マイズロスがたしなめ、その後間もなくマイズロスたちはミスリムを去って東の方の広い土地に移った。彼らはここにマイズロスの辺境国を築いた。太陽の出現から50年後、フィンゴルフィンの息子トゥアゴンとフィナルフィンの 息子フィンロードは共に南に旅行した。その際夢という形で、ウルモの刑事を受け、いつか来る、モルゴスの攻撃に備え、しっかりとした要塞を作るべきだという意味に受け取った。ある時フィンロードとその妹、ガラドリエルがシンゴルの元を訪れた時、フィンロードは、シンゴル王の王宮メネグロスを目の当たりにして、自分も、このような王宮を築きたいと考えた。 そこで、シンゴル王に相談したところ、ナログ川の深い峡谷とその西側にある洞窟群のことを教えてくれ、道案内をつけてくれた。こうして、フィンロドは、ナログの洞窟群に、ベネグロスを模倣した王宮を後に築いた。これがナルゴスロンドである。この地を作るにあたり青の山脈のドワーフの手を借りたが、フィンロドは十分な報酬を支払った。そのご礼に、フィンロドのために、 ドワーフは後の世にも名高いナウグラミエアを送った。同じく夢の啓示を受けたトゥアゴンはウルモ、自身からシリオンの谷間に行くよう命じられ、ウルモの案内で環状山脈の内側にあるトゥムラデンという隠れた谷間を見出した。そしてその谷間の真ん中に石の丘があり、トゥアゴンは故郷ティリオンの都に習った都市の設計に取り掛かった。これが後のゴンドリンである。 ガラドリエルワーに、フィンロドの王国には行かず、ドリアスに泊まり、メリアンとの語らいに興じる日々を過ごしていた。だが彼女はアマンでの出来事は二つの木残し、シルマリルの盗難、フィンウェイの殺害には触れたものの、同族殺害やフェアノールの誓いのことなどは触れずに置いた。メリアンは、マイアとしての洞察力でガラドリエルが何かを隠していると悟ったが、それ以上の追求はしなかった。 このことについては後に予期せぬ形でシンゴルの耳に入ることとなる。モルゴスは、ノルドール族が戦争のことはあまり念頭にないようで、遠くまで旅に出たりと商用しているという患者の報告を聞き、敵の軍事力と警戒を試そうとした。北方の地は、ジナリメイドシテ鉄山脈は火を吐いた。そしてアングバンドの大門前の大平原、アルドガレンを多くたちが土涛のように渡ってきた。 ここに、ベレリアンド第三の海戦が起きる。多くたちは、西は、シリオンの方を侵犯し、東は、マイズロスとマグロールの土地に侵入したが、フィンゴルフィンとマイズロスは、警戒に抜かりなく、多くの本体の狙いはドルソニオンであることに気づき、これを襲おうとしているところを、両側から攻撃し、モルゴスのメシスカイたちを排隊せしめアルドガレンを、渡って追撃し、 アングバンドの大門前で一平残らず殲滅した。格のごとくこの合戦は大勝利に終わったが、同時に警告ともなり、モルゴスに対する包囲を縮め、見張りを強化した。アングバンドの包囲の始まりである。アングバンドの包囲このアングバンドの包囲は400年にわたって続いた。しかしこの包囲は完全なものではなかった。なぜならサンゴロドリムの城塞は湾曲する。 鉄山脈から突き出るように気づかれていたので、両側をこの山脈に守られていたため、これを越えて包囲することは、ノルドールには不可能であった。それに、鉄山脈の北は、常冬の雪と氷の大地であったからである。このため、モルゴスは、後輩部には、憂いはなく、彼の手下はアングバンドの大門ではなく、北方側の、秘密の入り口から出入りして、ベレリアンドに侵入した。 また、モルゴスは、配下の多くに命じて、西方から来たエルフの中で生け取りにできる者がいたら、生きたままアングバンドに捕らえることにした。そうした捕虜の中には、モルゴスの面前で、黒々とした恐怖に落ち込み威圧され、彼の思い通りになる者たちもいた。そうして、モルゴスは、フェアノールの誓いや、同族殺害のことなど様々なことを知ることができた。モルゴスは、 このフェアノールに引き入られたノルドール族による同族殺害に、さらに嘘の尾ひれをつけ毒を含んだ噂として、シンダール族の間に流した。シンダールは、用心が足らず、言われた言葉をそのまま受け取ったため、モルゴスは彼らに狙いを絞ったのである。キー・アダンは賢者であったためこれらの噂は悪意によるものと見て取ったが、出所は、モルゴスではなくノルドールの消化家の間での妬みによる、 ものと勘違いした。彼は自分が聞いたことをドリアスのシンゴル王に伝えた。シンゴルは激怒して、その場にいたフィナルフィンの息子たちをなじった。フィナルフィン1等は同族殺害に加わっていないものの、フィンロドは目視して語らなかった。それを釈明するとなれば、他のノルドール族を非難することになるからである。しかし弟、アングロドは耐えられず、 また以前ドリアスに使者として赴き帰ってきた際、カランシアに言われたことが異根となり、その場で真実を語り、フェアノールの息子たちを非難した。この結果シンゴルは、フィナルフィンの子たちは、演者として以前通り扱い、また、フィンゴルフィン一党とは彼らがヘルカラ癖での苦しみで、罪をあがなったとして、信仰を保つことにした。しかしフェアノール一党への怒りは収まらず、 彼らの言葉をベレリアンドで使うことを一切禁じた。このためのルドールも日常的にシンダール語を使わざるを得ず、空縁屋は伝承の言葉として生き続けることとなった。ダゴールアクラレブから100年後モルゴスはフィンゴルフィンに奇襲を仕掛けた。彼は鉄山脈の北方から多く送り出し、そこから西へ大きく迂回して南下し、ヒスルムに押し入るつもりだった。が、 そこに至る前にフィンゴン率いる部隊に襲われ、多くのほとんどは海へと追い落とされた。これにより、モルゴスは、多くだけでは、ノルドールを滅ぼすことは、不可能だと悟り、別の方法を模索することとなった。その再び百年後、北方の下流の祖、グラウレング・ガング・バンドの大門から出撃してきた。この時の彼は、まだ若流で、生流の半分にも達していなかった。しかし、 それでも、エルフ諸侯を行転させるには、十分だった。彼らは、竜から逃げ出し、グラウルングは、アルドガレンを蹂躙した。しかしフィンゴンが、一段の弓騎兵でこれを追い包囲すると、一斉に矢を浴びせかけた。グラウルングは身を完全に鱗で鎧うほど、成長してなかったため、飛んでくる矢に耐えられず、アングバンドに逃げ帰った。この訓で、フィンゴンは大いに名を高めた。 モルゴスは早すぎるグラウルングの出撃に大きく、機嫌を損じたと言われている。そしてこの後200年にわたり長い平和が続き、ベレリアンドのエルフたちは繁栄することとなる。ノルドールがベレリアンドに来て300年以上経った平和な時代にナルゴスロンドの王となったフィンロードはシリオンの東に旅をし、青の山脈の山並みに向かった。夕闇の訪れる頃、 彼はそこでベレリアンドにやってきた人間、ベオールラの一族と出会った。彼らはそこで信仰を結び、フィンロドを主君とし、フィナールフィンウォッケに忠誠を尽くすこととなり、アムロドとアムラスの国に住む場所を定めた。しかし、オッシリアンドのエルフラは人間を嫌い彼らを、礼遇した。そのため次にやってきたハラディンの一族は北上して、カランシアの治めるサルゲリオンに定住した。 カランシアは人間の存在をほとんどシガにもかけていなかったからである。マラハの一族が最後にやってきたが彼らは背が高く高戦的なやからだったのでオッシリアンドのエルフたちも手が出せなかった。しかしマラハの一族はベオルの一族と友好関係にあったためそちらの近くへと移り住んでいった。人間の来訪はエルフにとっても興味深いことで フィンドド以外の様々なエルフたちが人間の元を訪れた。しかし、シンゴル王は人間の来訪を歓迎せず、ドリアスは人間に対しては閉ざされたままであった。そして第二の民という意味であるエダインという言葉が彼らに使われ、後にエダインはエルフの友である三氏族についての見つかわれることとなる。フィンゴルフィンはノルドールの上級王として彼らを歓迎したため、 多くの人間の若者がエルダールの王公貴族に仕えた。その中のマラハは14年間ヒスルムに定住しアラダンの名を与えられた。そして約50年後にはナンマンという人間が西方のノレドール三王家の土地に入った。ベオルの一族はドルソニョンに来てフィナルフィン王家の土地に定住した。マラハの一族は後にはハドルの一族と呼ばれるようになり、 ドルイコールローに定住することとなる。またハラディンの一族は後に多くに襲われたことで、ハレスという名の女性に導かれて、ブレシルの森へと移っていった。しかし、人間の間には不平分子もいて、エルダールを恐れかつ彼らに使えるのを良しとしない者も,も多かった。西の地に光明があると聞いてきてみれば、実際は暗黒の王とエルフたちの戦争の真っ最中であったため、 それを伊藤て、エレドルインを再び越えて、エリアドールに戻っていく者や、はるか南の方へと去っていった者たちも多くいた。こうした者たちを除いて、エルダールの元に集った人間たちは、知識と技能を享受され、その知恵と、技は、勝っていき、ついには、エレドルインの東に住み、エルダールに会ったことも教えを受けたことのない、他のすべての人類を凌駕するに至ったのである。 この頃隠れ王国ゴンドリンは、アマンのエルフのトティリオンにも必須ほどの美しい塔となった。しかし、ゴンドリンの中でも最も美しいものは、ドゥアゴン王の娘イドリルであった。環状山脈の中では、ゴンドリンの民も増え栄えていったが、200年ほど経つと、ドゥアゴン王の妹アレゼルはゴンドリンにあぐみ、広大な大地と森林に強く心を惹かれるようになった。そして、 彼女は王の許しを得ると、昔の友人フェアノールの息子、ケレゴルムに会いに行こうとした。しかし、そこへ行くにはドリアスを通らねばならず、彼女はフィナルフィンウォーケのものではなかったため通行は許されなかった。そこで、アレゼルは無謀にも、ナンドゥンゴルセブの危険地帯を通過しようとした。そこは昔バルログラから逃れたウンゴリアントが一時期、住み着いていた場所で、今も、 彼女の子孫の大雲たちが徘徊するところであった。ここで大雲に襲われたアレゼルは護衛の者とはぐれて、しまったが、海よく、窮地を脱し、ケレゴルムとクルフィンの住んでいた場所に到着した。しかしより悪く、二人は留守であった。そのため二人が帰ってくるまで、そこに泊まっていたが、ある時遠くまで馬を進めすぎた時、暗闇エリフと呼ばれる、シンゴル王の演者、エオルに見つかり、 彼女に見入られ我が物にしたいと思ったエオールは魔法を用いて彼女を自分の住まいに引き寄せた。アレゼルはそのままそこに泊まった。二人は結婚したからである。アレゼルにとっては意外なことに、この婚姻は不本意なものではなかったようで、そこでの生活もそれなりに気に入っていたようであった。そして四年後に二人の間に子が生まれる。この子はアレゼルから密かに空ニ屋で、 ローミオンと名付けられ、エオルは息子が12歳になったのを機にマイグリンと名付けた。マイグリンは外見は母方のノルドール族に似ていたものの、内面は父方の性格を濃く受け継いでいた。しかしマイグリンは父よりも母を慕っており、母からノルドールの話を聞かされてはそれに憧れていた。マイグリンは父に母方の同族と会ってみたいと言ってみたが、エオルは ノルドール族を嫌っていたため許されなかった。また、アレゼルの方も演者に再び会いたいという気持ちが募ってきた。やがて今日の年月が経ち、ある時ドワーフたちの宿宴に呼ばれて、エオルが出かけた際、マイグリンとアレゼルは脱走を図った。二日後に帰ってきたエオルはこれを知ると直ちに追いかけ、必死になって二人を探した。そして、運の悪いことに、 アレゼルとマイグリンが乗り捨てた馬の稲泣きから、エオルは、隠れ王国に通ずる秘密の通路を探し出すことに、成功し、ゴンドリンに連行されてきた。エオルは、マイグリンを連れて出て行く権利を主張したがそれは、聞き入れられなかった。隠れ王国に通ずる道を知ってしまったからである。トゥアゴン王は、エオルに、ここに永久に止まるか死を選ぶか迫った。エオルは、後者を選ぶと同時に、 隠し持っていた投げ槍をマイグリンに投じたが、アレゼルが息子の盾になった。大した傷は負わなかったものの、この槍には毒が塗られていたため、アレゼルは命を落とした。それこ、エオルは切り立った絶壁から投げ落とされ処刑された。しかしこのマイグリンが後にゴンドリンの破滅の元ととなるとはこの時誰も予想し得なかった。 好意も破れるノルドールの上級をフィンゴルフィンは、民も笛国力も増大し、同盟者の人間も得たことから、アングバンド襲撃を考えるようになった。しかし、各王国の現状に満足していた他のノルドールたちは、それがそのまま続くことを期待し、重い腰を上げようとはしなかった。中でもフェアノールの息子たちにはその気がなかった。もしアングバンドを攻めるなら、勝つにせよ負けるにせよ。 甚大な損害を被ることは必死だからである。ノルドールの講師たちの中で王に同意したのは、アングロドとアイグノールだけであったという。この二人の王国、ドルソニオーンは、サンゴロドリムに最も近い地であったため、モルゴスの脅威は常に心を占めていた。しかし結局この計画は実現せず、このまま包囲を続けることとなった。 そしてフィンゴルフィンが中津国に来て455年を経た時、モルゴスがついに動いた。第四の合戦が起きたのである。月のない冬の夜、アルドガレンの平原を見張っていたノルドール族は数が少なく、騎兵たちの中でも眠りの中にいる者たちがほとんどであった。その時、突然、サンゴロドリムから火炎流が流れ出し、炎の大河となって、 バルログよりもずっと早く流れ下って、全平原を覆った。鉄山脈も火炎を噴出し、その毒炎は聖ある者の,の命を奪った。こうして、アルドガレンの草原は滅び、火で舐め尽くされた後には、カイドに覆われる、不毛の地しか残らなかった。この後アルドガレンの名は変えられて、アンファウグリスと呼ばれるようになる。そして多くのノルドール族がこの炎で焼け死に、 黒焦げとなったムクロを晒すこととなった。この日の川はドルソニオンのコーチやエレドエスリンがせき止めたものの山腹の森に火がつき山火事となって煙による混乱がもたらされた。こうして戦は始まった。この日の川の後に今や清流となった竜ソグラウルングが戦闘を切って進んできた。その四尾に続くのはバルログたちであり、さらにその後ろには ノルドールがかつて目にしたことがないほどの多くの大軍が押し寄せてきた。襲撃の矛先をまともに受けたアングロドとアイグノールは、うち死にに、ベオルケのブレゴラス及びこの一族の戦士の大多数が、戦死した。しかしブレゴラスの兄バラヒアは、西のシリオンの山道で戦っていた。そこには、南方から急遽波せ参じた。 フィンドドーが味方の軍勢から切り離されて包囲され、落命するか旅衆の身になるかの瀬戸際であったところを、バラヒアが勇敢な部下と共に駆けつけ結論を開いて、救出したのである。こうして、フィンロドドーは生きて、ナルゴスロンドンに戻ることができた。この時彼は謝礼に、バラヒアに自分の指輪を与え、バラヒアの一族が困難に陥った時は、必ずこれを助けるという誓いを立てた。 ヒスルムの軍勢は、多くの戦死者を出して、エレドエスリンの砦に退却したが、多くたちからなんとか、砦を守り切った。ハドル家の超金髪のハドルは、主君フィンゴルフィンの光栄を守って討ち死にした。彼の次男である、グンドールも同じ苦心だ。しかし高く堅固な山脈が火の川をせき止めたのと、多くもバルログも、北方のエルフと人間の合流を打ちまかせなかったため、 キスルムは最後まで攻略されずに残った。しかしフィンゴルフィンは、おびただしい敵に包囲され、味方の軍勢から切り離されてしまった。フェアノールの息子たちは戦いにリあらず彼らの王国があった辺境の地は、敵の強襲で余すところなく敵の手に落ちてしまった。アグロンの賛同で敵に大きな損失を与えたものの、ケレゴルムとクルフィンは、敗北を喫し南西方に逃れ、 ナルゴスロンドにたどり着きフィンロドーのもとに避難場所を求めた。しかし彼らは北方の同族のもとに泊まっていた方が良かったかもしれない。マグロールの守る山間やカランシアの守るサルゲリオンはグラウルングが来たためこれにこうしきれず彼らは遁走した。グラウルングはその日と恐怖でアムロドとアムラスが守っていた東ベレリアンドの奥地まで荒らし回った。 マイズロスのみはこの上ない合流をもって、ヒムリングの大砦を守りきり、マグロールはそこへ合流した。カランシアはアムロド・アムラスと合流すると南に逃れ、オッシリアンドのエルフの助けを得て、抵抗を続けた。この後ベレリアンドでは、第5の合戦まで大きな合戦はないものの、頻繁に戦が起きるようになっていく。この第4の合戦は、 モルゴスの猛攻撃が下火になった春の訪れとともに終わったと考えられている。この時ヒスルムに届いた一方は、ドルソニョンは滅び、フィナルフィンの息子たちは敗北し、フェアノールの息子たちの領土は壊滅したという内容であった。これを聞いたフィンゴルフィンは、ノルドールはもはや滅亡するという絶望と憤怒に駆られ、彼は、愛は、ロハルロールを仮単身的人に突入した。 アンファウグリスのカイドの中を、疾風のごとく、駆け抜ける彼を、カリュードをろめその人がやってきたと勘違いし、敵は驚き魔ど手に逃げ回った。フンドに燃える彼の目は、バラールのように輝いていたからである。こうして彼はアングバンドの大門にたどり着くとツノブエを、吹き鳴らし門ピを強打し、モルゴスに一気打ちを挑んだ。フィンゴルフィンは、モルゴスを名指しして罵倒したために、 モルゴスその人は気乗りしなかったが、配下の書将の手前を応じざるを得なかった。彼は黒い鎧をまとい、大鉄砲、グロンドと黒い盾を構えて、決闘に臨んだ。モルゴスの巨体は、エルフ王の上に影を落としたが、フィンゴルフィンは、星のように光を放った。彼の鎧には、銀が被せてあり、青い盾には、水晶がはめ込まれていたからである。そして彼の愛犬は、 氷のようにきらめくリンギルであった。モルゴスは何度もエルフ王に打ちかかったがその度に素早くかわされ、逆に7度切りつけられ、傷を負わされた。その度に苦痛の叫びを上げるモルゴスにアングバンドの軍勢は老狽するばかりであった。しかし、エルフ王は徐々に疲弊してゆき、モルゴスは盾を構えて迫った。サンド王は粉砕されんとして膝をつき、 三度立ち上がりボロボロになった盾と兜を上向けて立ち上がった。しかし、周囲の大地は、グロンドが振り下ろされた際の地面をつんざいた穴や、裂け目だらけであったため、彼はつまずきモルゴスの足元に仰向けに倒れた。モルゴスは、後期とばかりに左足を敵の首に駆けへし折った。しかし、死の間際、フィンゴルフィンは、視力を振り絞り、愛犬リンゲールで、 モルゴスの足を深く突き刺した。そのため、モルゴスの足からはドスグロイチが吹き出し、大地の穴を満たした。こうして、ノルドールの上級王、武勇に最も優れていたフィンゴルフィンは死んだ。モルゴスは、エルフ王の亡骸を追って、狼どもに与えようとしたが、ワシのオーソロンドールが飛来して顔をかぎ詰めで引っかき、フィンゴルフィンの遺体を運び去った。戦争における、 モルゴスの勝利は大きかったが、彼自身が負った傷はこの後も言えることはなく、モルゴスは以後片足を引きずるようになり、顔にはソロンドールによってつけられた傷が後となって残った。フィンゴルフィンの死後悲しみに暮れながらも、フィンゴンはノルドールの上級王を継承した。そして息子のエレーニョンをファラスのキーアダンのもとに送った。今やドルソニョンは滅んだが、 バラヒアはそこから逃げようとはしなかった。バラヒアの民は大勢死に、生存者も残り少なくなってしまった。そしてこの国の森は恐怖と幻影に覆われたまの森と、歌し、タウアヌフィンと呼ばれるようになった。そこで、バラヒアは、ジョシオブレジル、または、ドルイコールローへと避難させ、自分たちは、絶望的な環境でも、環境にゲリラ的抵抗を続けたのである。 ダゴール・ブラゴルラ派から2年経過しても、西方のシリオンの水源近辺の地域は依然として、ノルドール族の手にあった。ウルモの力がこの水の中にあったため、トルシリは難攻不落であったからである。しかしモルゴスの召使いのうちで最も重要な地位にあり、最も恐るべきものとされたサウロンが、トルシリの守護者であるオロドレスを攻撃してきた。この強襲に、エルフたちは耐えられず、 オロドレスはナルゴスロンドへと遁走した。このあたりはサウロンの第一期での活動に詳しい。この頃ブレシルに移住していたハレスの一族は最初のうちこそ北方の戦の影響を受けずにいたが、第四の合戦後は多くたちも南にまで姿を現すようになり、しばしば戦闘が行われた。ハレスの一族はシンゴル王はともかく、 ドリアスの国境警備隊とは信仰を保っていたため、警備隊長のベレグが、シンダールの大部隊を率いて、救援に駆けつけ、ハレスの一族と共に、オーク軍を壊滅させた。このためオークはそれから、しばらくの間南方には攻め寄せてこなかった。ちょうどこの時、ハドルの一族のフーリンとフオルは、ドルイコールローではなくブレシルにいた。母親がハレスの一族出身だったからである。 この兄弟も、多くとの戦闘にわずか十三歳で従軍したのだが、共に多くに捕らえられるか殺されるかの危機に陥った。しかしシリオンの川には、ウルモの力が強く働いていたため、ノームが立ち上り二人を、ま一発のところで脱出させたのである。その後二人は、大ワシオーソロンドールに見つかり、廃下の大ワシによって救助され、隠れ王国ゴンドリンへと運ばれた。 彼らはそこで一年の間暮らした後、王に糸まごいを告げた。彼らは空からやってきたため、秘密の入り口を知らないことから、ドゥアゴン王も許しを与えた。王と異なり二人を嫌っていた、マイグリンはあてこすりを言ったが、兄弟はここで過ごした一年は決し,してた原しないと、王に誓った。そして二人は来た時と同じように大足に運ばれて、ゴンドリンを去った。 二人は一年もの間どこにいたのか、一族演者両親からも聞かれたが決して答えなかったため、父親のガルドールはそこで尋ねることをやめて、推測し本当のことを考えあてた。この兄弟の不思議な話は、モルゴスの患者の知るところとなった。モルゴスは、第四の合戦で大勝利を得たが、不安は拭えなかった。フィンロドとトゥアゴーンの消息が用として知れないからである。 ナルゴスロンドは名前だけしか知らず、ゴンドリンに関しては名前も含めて何一つ情報を持っていなかった。そこで彼は患者をベレリアンドに放つ一方、多くの主力部隊を呼び戻した。自分がまだ正確な情報を握ってない状況では、決定的な勝利をつかむことは難しいと考えたのである。第四の合戦から7年後モルゴスはヒスルムを攻めた。 エイセルシレオン包囲戦では、ドルイコールローの領主ガルドールが戦死したが、彼の息子フーリンは、多くたちの大多数に仕留めると、エレドウェスリンから追い払い、アンファウグリスの遥か、遠くまで追撃した。しかしフィンゴン王の方は終火適せず、北方から攻めてきたアングバンドの大軍に手こずっていた、ところだったが、ファラスのキーアダンの援軍が到着したことで、エルフ側が勝利を収めた。その後、 フーリンがドルイコールローの領主となり、ハドル王家を継承し、フィンゴンに忠誠を誓った。彼は妻にはベオル王家からモルウエンをもらい受けた。そしてちょうどこの頃ドルソニオンのバラヒア一等が滅ぼされた。西方を抑えたモルゴスの王くたちは容赦なく敵の拠点を一つずつ落としていった。多くのノルドールジンバールが囚われてアングバンドに連れて、かれ、奴隷としてこき使われた。 またモルゴスは諸国間に巨言の種をまいた。そしてそれはしばしば同族殺害の呪いゆえに鵜呑みにされた。時代が暗くなるにつれてベレリアンドのエルフたちは恐怖と絶望ゆえに理性的な判断が難しくなってきたからである。モルゴスはエダインとエルダールを罹患させようと努めたが、エダイン三王家は耳を貸そうとはしなかった。このため、 モルゴスは彼らを激しく憎み、エレドルインの向こう側にいる褐色人に死者を送った。この褐色人の中でも有力な部族がボールとウルファングの一族でベレリアンドにやってきた彼らはエルガールに仕えた。ボールの一族はマイズロスとマグロールに仕え、ウルファングの一族はカランシアに忠誠を誓った。これはモルゴスの狙い通りであった。 エダイン3王家とアズマエビスの間には親愛感はほとんど存在しなかったと言われている。シルマリルの奪還バラヒア一頭は滅ぼされたが、ベレンのみは命を拾うことができた。ベレンは父の亡骸を埋葬すると父の仇を追った。そして真夜中に多くの野営地を見出し、そこで多くの隊長がフィンドドの指輪がはまったバラヒアの手を見せびらかしていた。 森の生活に馴染んでいたベレンは敵に気取られることなく近づき突然隊長に切りつけバラヒアの手を取り返し一目散に逃げ出した。多くたちは急なことに慌てふためき、統率が取れていなかったためベレンはうまく逃げおせた。その後4年ほどベレンは孤独な放浪者としてドルソニョンにいたが彼一人でもモルゴスに対して抵抗活動を続けた。彼の君は ベレリアンドに広く知られるようになり、ついに、モルゴスは、彼の子宮に、フィンゴンにも劣らぬ賞金をかけた。が、オークたちは彼を積極的に探さず、むしろ恐れて逃げ回る始末であった。そのためサウロンが指揮を取る羽目になり、教皇神や悪霊たちの軍勢を伴ってやってきた。サシモノベレンもこれには及ばず、ついに父の眠る地を見捨てて脱出することとなった。 彼は、エレド・ゴルゴロスを登り、そこから南下して、ドリアスに行こうと決心した。この旅は、誠実なものであり、エレド・ゴルゴロスの断崖とそのふもとに横たわる、太古の暗闇。その先には、サウロンの呪術とメリアンの魔力が渦巻くナンド・ゥンゴルセブの荒野、そしてそこに生息するウンゴリアントの子孫たち。これらを突破したことは、ベレンの訓の中でも特筆すべきものであったが、 彼はこのことを語ることはなかった。その時の恐怖があまりにも凄まじかったからである。その度の苦しみによろめくようにドリアスに入ってきたベレンはそこでシンゴールとメディアンの娘ルーシエン・ティヌービエルと運命の出会いを果たす。ルーシエンとベレンは互いに深い恋に落ち、たびたび二人でネルドレスの森を商用した。しかし、常妙の存在であるベレンと不死のエルフである ルーシエ園の間には大きな隔たりがあり、これは彼女にとって大きな苦悩となった。そんなある日二人が王政を楽しんでいるところを、彼女に横連んしていたエルフがそれを見かけ、シンゴル王に密告した。王は激怒した。どんなに立派なエルフの講師でも、娘とは釣り合わないと考えるほどに娘を溺愛していたからである。ましてや相手は死すべき定めの人の子である。王は、 ベレンを捕らえて玉座の前に引っ立てようとしたが、ルーシエンが自ら彼の手を取って品格のように連れてきた。王は下げを込めてベレンを質問したが、メリアンは無言であった。そこでベレンは平たく言えば、ルーシエンを嫁にもらい受けたいと堂々と言ってのけたので、ある。シンゴルは土発点をつく思いであったが、ルーシエンにベレンを旅修にしたり資材にしたりしないと事前に、 誓っっていたたため彼を殺すことはできなかったシンゴルにできたのは、ベレンに対して、実のところお前は、モルゴスの患者ではないのかと、当てこすりを言うだけであった。それに対しベレンは、フィンロドの指輪を、高々と掲げてみせ、自分は患者などではないと、シンゴルの不別を否定してみせた。そこで、メリアンがシンゴルに彼は運命によって、魔法体を通り抜けここに来たのであって、 彼の運命は、シンゴルの運命とも深く関わっていると、中言する。やがてシンゴルは怒りを抑え、ルーシエンが欲しいならその代わりにモルゴスからシルマリルを、奪って来いという、究極とも言える無理難題をベレンに申し渡した。要はお前はとっとと死ねと言っているようなものである。しかしベレンは、余裕尺尺で笑いながら、それを承諾すると、メネグロスを去った。ベレンは、 シンゴルの前で大見えを切ったものの、全く良い知恵は浮かばず、どうすれば良いのか途方に暮れながら、自然と南方へ向かっていた。彼はそこでナルゴスロンドのエルフの英師たちに発見され、指輪を見せることで、フィンノ道の道をのもとに連れて行ってもらった。そして、ベレンの話と彼が苦境に陥っていることを聞くと、かつて彼が立てた制限ゆえに、ベレンを助けねばならないと考えた。しかし、 ナルゴスロンドには、ケレゴルムと、クルフィンがおり彼らもシルマリルの所有権を主張した。その上で、フェアノールの制限とその恐ろしさを雄弁に語り、ナルゴスロンドの民を恐れさせた。そして彼らはでき得るなら、フィンロド一人を送り出し、ナルゴスロンドの王位を散脱しようという腹黒い、企みを持ったのである。フィンロドは、自分と共についてくる者を募ったが、わずか十人だけであった。 そして、フィンロドは、弟のオロドレスに王位を譲ると、ベレンと10人の忠実な配下と共に出立した。この先の彼ら一行の運命は、サウロンの第一期での活動にある通りである。ベレンが投獄された頃、ルーシエンは激しい胸騒ぎを覚え母であるメリアンに、相談に行った。メリアンは、マイアとしての力で、ベレンが、トルイコールインイコールガウアホスの地下牢におり、 助かる望みはないことを知った。ルーシエンは、こうなったら、自らベレンを助けに行こうと決心した。しかし助力を求めたエルフが王に密告したため、ブナの大樹のはるか髪型に木の家が作られ、彼女はそこに押し込められた。しかしルーシエンは持てる魔法の力を使って、髪の毛を非常に長く伸ばし、その髪の毛で魔法の街灯を折った。この影のような街灯は身を包むと、 身がくれしの効果があり、また相手に被せれば眠らせる魔力を秘めていた。そして残った紙棒でロープをこしらえるとそれを伝って振り、十家にいた万人たちは眠りの魔法で無力化させ、ドリアス脱走に成功した。しかしドリアスの森の西の外れで、ケレゴルムとクルフィンの兄弟と彼らが連れていたバリノールの了犬不安に発見されてしまう。 ルーシエンは彼らがノルドールの講師であったため、自分の身分を正直に明かしてしまう。陽光の下での彼女の美しさがあまりにも際立っていたため、ケレゴルムは彼女にレンボの情を覚え、ベレに一行のことをすでに知ってるのはお首にも出さず、彼女をナルゴスロンドへと誘った。そこで彼女は図られたことを知った。兄弟は彼女の身の自由を奪い、街頭を取り上げ、 誰とも口を聞かせないようにしたのである。この兄弟は、ベレンとフィンドドをこのまま死なせ、ルーシエンとケレゴルムを無理やり婚約させることで、ナルゴスロンド・とドリアスの両王国を勢力下に置き、ノルドールの諸侯の中でも最も力あるものになろうと考えたのである。この二人に王位を継いだオロドレスは抵抗できなかった。民心は兄弟に支配されていたからである。 しかし、両権不安は誠実であったため彼女に好意を寄せ、彼女の話を聞くうちに同情し、主人たちの腹黒い考えに反抗することにした。そして彼女の該当を加えてくると彼女を背に乗せ、ナルゴスロンドを脱走した。この先の彼女と不安の顛末は、サウロンの第一期での活動にある通りである。二人は、フィンノドの亡骸を埋葬すると、再び自由の身となって、 しワしの間二人きりの時間を過ごした。フアンはケレゴルムのもとへ戻ったが、主従関係は破綻してしまった。ナルゴスロンドはサウロンの捕虜となっていた多くのエルフたちが戻ってきたことにより状況が変わり、その天末を聞かされたことで彼らの王であったフィンドドの死を嘆き、民進は再びフィナル品王家に向かい、オロドレスに従った。そして腹に一物持っていた。 ケレゴルム兄弟を殺害しようとする者もいたが、これは、オロドレスが許さなかった。その代わりに二人は、ナルゴスロンドから追放された。この時クルフィンの息子ケレブリンボールは、父親とモトを分かった。追放された兄弟が鍛え馬を進めていたところ、折り悪く、ベレンとルーシエンと行き合った。ケレゴルムは、馬に鞭を入れぜんで、ベレンを引こうとし、一方、クルフィンは、 ルーシエンを抱え上げ自分の蔵に乗せた。しかしベレンは惹かれる寸前に跳躍し、そばをかすめて去ったクルフィンの馬に飛び乗った。そして背後からクルフィンの首を掴んで強く引いた。二人は落馬し、ルーシエンは投げ出され草の上に横たわった。ベレンはクルフィンを締め落とそうとしたが、そこへケレゴルムが槍を構えて突進してきた。この時不安はケレゴルムと絶縁し、 彼に飛びかかり鈍走させた。ベレンはクルフィンからアングリストという探検を奪うと、クルフィンを投げ飛ばした。クルフィンはベレンを罵りながらケレゴルムの馬に乗り、去って行こうとした。しかし、隙を見て、クルフィンは弓矢をルーシエンに向けていた。一本目は不安が空中で加えて不正だが、二本目はベレンがルーシエンの前に立てとなり彼の胸に刺さった。 怒ったフ安ンが兄弟を追いかけたため彼らは恐れて逃げた。そしてフ安ンは薬草を加えて戻ってきた。この薬草とルーシエンの癒しの術、それと彼女の愛のおかげでベレンは全開した。そしてドリアスに戻ってきた後、火も出てない早朝にベレンはルーシエンをフ安ンに託すと馬を飼ってアンファウグリスにまでやってきた。彼は一人でアングバンドに向かうつもりだったのである。 しかしルーシエンがフアンの背に乗ってベレンの後を追いかけてきていた。彼らはその道中サウロンの島でドラウグルインのギヌとスリングルエシルという女吸血カホーリの外皮を取ってきた。そこでフアンの助言でベレンはドラウグルインのギヌに身を包みルーシエンはスリングルエシルのバ翼を身にまとった。そしてルーシエンの魔術によって彼らは京岡と 吸血カワホリに変身したのである。二人はアンファウグリスを抜け、アングバンドの大門の前まで来た。だが、そこには恐ろしい門番、カルハロスがいた。しかし母方のマイアの力が突然ルーシエンから発揮され、カルハロスは眠りに落ちた。そして、ベレンとルーシエンは縄文をくぐり抜け、迷路のように入り組んだアングバンドの中を駆け抜け、ついに、 モルゴスの玉座の前に到着した。ベレンは狼に偽装したままモルゴスの玉座の下に逃げ込むように入った。しかし竜死縁は、モルゴスの視線により偽装を解かれ、彼の行使を受けることとなった。彼女は暗黒の王の視線にもひるまず自分の名を名乗り、銀遊詩人のように午前で歌を歌いましょうと申し出て、歌い出した。そんな彼女の美しさを解くと目の当たりにした、モルゴスは、 アマンから逃亡して以来、彼が考えたどんな企みよりも、腹黒い下心を懐いた。彼はその下心ゆえにヘマをやらかす。というのも、彼女をしばらく自由に歌わせたまま、その美しさを眺めながら、自分の横島な思いに、密かな喜びを覚えていたためである。その時彼女は暗がりに身を移しそこから歌を歌った。ルーシエンの歌は限りなく美しく、 分別を失わせる力があったため、モルゴスは彼女の姿を求めて視線をさまよわせているうち判断力が鈍ってきた。モルゴス帰化の将たちもまどろみ始め、モルゴスも眠気に襲われ頭を垂れた。そこへ、ルーシエンが眠りの街灯を投げかけ夢を注いだ。ついに、モルゴスは完全に眠りに落ち、玉座から転げ落ちそのまま床に突っ伏した。 モルゴスの鉄の王冠は転げて、彼の頭から外れた。ベレンは、狼の害を脱ぎ捨てるとアングリストを用いて、シルマリルを一つ切り取った。その時ベレンの心に欲が出て、制限以上のことを、すなわち、シルマリルを三つとも切り取ってやろうという考えが、頭をもたげた。しかし、これは、残りのシルマリルの運命ではなく、アングリストの刃は、俺。 その破片は眠りこけている。モルゴスの方に突き刺さった。彼はうめき声を発しみじろぎした。その途端ベレンとルーシエンは恐怖に襲われ、縄文まで一目散に逃げ出した。しかし縄文ではすでにカルハロスが眠りより目覚め、憤怒の行走で待ち構えていた。ルーシエンは疲れ切ってもはやこの京神を鎮める。力は残っていなかったため。 ベレンが彼女の前に進み出て、シルマリルを突きつけた。シルマリルの光は、浮上を許さぬ聖なる光だからである。しかし意外なことに、カルハロスは突き出された聖なる宝玉を、しげしげと眺めると、ベレンの右手ごとシルマリルを食ってしまった。シルマリルに、内側から焼かれたカルハロスは苦痛のあまり二人の、前から逃げ出した。 そしてカルハロスの猛毒がその身に入ったベレンは死にかけていた。ルーシエンは毒を吸い出し手当てをしたが、背後ではモルゴスの軍勢のざわめきが聞こえてきていた。そんな時にソロンドールとその配下がやってきて二人を空へと運んでいった。大和たちは二人をドリアスの国境まで運ぶとそこで降ろした。フアンもそこへ来た。長い間ベレンは聖主の狭間をっていたが、 ルーシエンの愛により、奇跡的に一命を取り留めた。二人は再び森の中を商用した。ルーシエンはこのまま二人でずっと過ごすのもいいと思っていたが、ベレンは制限のこともありそうはいかなかった。そのため二人はドリアスのメネグロスに戻った。そしてシンゴルの玉座の前でベレンはもう、今はない右手を見せ、シルマリルを手に入れたことを告げた。そして二人の探索の話を残らず、 聞かされたシンゴルは驚嘆し、二人の愛と結びつきは運命であると認めざるを得ず、ついに二人の婚約を認めた。しかしシルマリルの力が加わったカルハロスが魔法体を突破し、メネグロスに近づいていることを知らされたベレンは、まだ探索は終わってないと、狼狩りに参加することにした。この狼狩りで、カルハロスは不意打ちをし、シンゴル王に襲いかかった。 その時ベレンが槍を構えて王の盾となったが、カルハロスは槍を押しのけ、ベレンに食らいついた。その時不安がカルハロスに飛びかかり、両者は激しい戦いの後、相打ちとなった。マブルングが狼の腹から宝玉を取り出すと、ベレンの左手にそれを握らせた。そして、ベレンはそれをシンゴル王に渡し、探索が成就したことを告げると、ついに目して語らなかった。 大神狩りの一行を迎えた、ルーシエンは、命の明かりがまさに消えようとしているベレンを、両の腕で抱くと口づけし、西方の彼方で待つように告げた。それを聞いてベレンは言った。しかし、レーシアンの歌いはここでは終わっていない。死せる人間の魂はこの世界を離れ、イルーバタールの見知るところへと去ってゆく運命であったが、ベレンのコンパクは、マンドスの館に泊まり、この世を去りかねていた。 ルーシエンへの愛ゆえである。そして、ルーシエンも愛する人を失った。悲嘆のあまり、彼女の魂はついに肉体から抜け出て、マンドスの館へとやってきた。彼女は、マンドスの前にひざまずいて、歌を歌った。マンドスの前で歌われた彼女の歌は、この世の言葉では、例えようもない美しい歌であると同時に、楽しせる者の,の悲しみにもいやますほどに、 この上なく深く悲しい歌でもあった。ルーシエンが歌った、この歌は、アルダに住む人間とエルフのことを歌ったもので、彼女の目からは涙がこぼれ落ちた。マンドスはそれをあれに思い、ベレンを連れてきて、ルーシエンがベレンの今はの時に告げたよう、二人をまさに西方の彼方にある、この親方で引き合わせたのであった。しかし困ったことに、 マンドスには死んだ人間の魂を永遠にこの館に置いておくことはできず、去りとて人間の運命を変える権限は彼にはなかった。そこで彼はイルーバタールと唯一話のできるマンウェイのおもとに赴くと彼に相談した。マンウェイはイルーバタールのケージを仰ぎ、二つの選択肢をルーシエンに提示した。一つ目はマンドスの館からルーシエンのみ復活し、 バリマールに赴いて、この世の終わりまでバラールと共に住むことで、彼女の味わった観覧シ苦のすべてを忘れ去ることができるというものであった。ただしベレンはそのままこの世を永遠に去ることとなる。二つ目は、ルーシエンもベレンも復活できるという異例のものであった。ただしルーシエンはもはや不死のエルフではなく常妙の存在となり、中津国に戻りそこで暮らすこととなるが、 いずれ再び死ぬこととなり、彼女もまた人間の運命と同じく、この世を永遠に去ることになるというものだった。彼女は二つ目の選択肢を選んだ。エルダールとしてのすべての権利を放棄して、どんなことがあろうとも、ベレンと二人で共に生きてゆこうと決心したのである。この結果、全エルフの中で彼女のみが真の死を経ることになったのであった。 しかし彼女の選択によって二つの種族が結ばれることとなるのである。ベレンとルーシエンは、この後中津国に戻り、ドリアスに赴き一度だけ、シンゴル夫妻と対面した。それから二人はドリアスを立ち去り、オッシリアンドに入り、やがて緑の島、トルガレンに住んだ。そして、ディオル・アラネルという名の子を設けた。マイズ・ロスの連合をこのベレンとルーシエンの君を聞いた、マイズ・ロスは、 アングバンドが必ずしも難航不落ではないことを知って勇気を取り戻した。ここで彼らが再び団結してことに当たらねば、モルゴスは順々にエルフの王国を滅ぼしていくだろうと確信した。それを防ぐためマイズロスは全エルフに向けてマイズロスの連合王と呼ばれる提唱を行った。しかしフェアノールの制限と同族殺害の呪いがこの提唱を邪魔した。 ナルゴスロンドのオロドレスは、ケレゴルムとクルフィンの剣で、出兵を断った。また今だにかの場所は、モルゴスに名前しか知られていなかったため、秘密を守って、隠密行動をとってさえいれば、ナルゴスロンドを防衛しうると確信していた。そのためナルゴスロンドからは、グインドールという武勇の誉れ高い講師に従った、ごくわずかなものしか参加しなかった。彼がオロドレスの意向に背いたのは、 ダゴール・ブラゴルラ派で・ハデにゲルミアを失っていたからである。ドリアスからはほとんど助けは来なかった。提唱前にフェアノールの息子たちは、制限ゆえに、シルマリルの引き渡しをシンゴル王に要求していたからである。それに、ケレゴルムとクルフィンがルーシエンに対して働いた無礼も忘れてはいなかった。その怒りで、胸が煮えたぎる思いをしていたシンゴルは、要求も提唱も、 皆跳ねつけた。メリアンはシルマリルを引き渡した方がいいと忠告したのだが、シルマリルの輝きを眺めれば眺めるほど、これをいつまでも手元に置いておきたいと気持ちがシンゴルに生じていたのである。マイズロスはこのシンゴルの対応に何も言わなかったが、ケレゴルムとクルフィンは自分たちが勝利を占めた赤月には、シンゴルもその民も皆殺しにしてやると公言した。しかし、 シンボルの配下でデブユーで、名高いマブルングとベレグだけは、この提唱に応じた。戦人である彼らは戦場に出ないのを良しとしなかった、ため、シンボルはフェアノールの息子たちには使えないという条件付きで、二人の出陣を許可した。このようにうまくいくか怪しい提唱だったが、意外なところから助力を得た。エレドルインのドワーフたちである。 ノグロドとベレゴストのドワーフたちが多量の兵士と武器を援助したのである。そして、当位のボールとウルファングの一族も、東国からその仲間を呼び寄せた。西の方では、マイズロスの親友たるフィンゴンがヒスルムで敗下のノルドールとハドルの一族の人間たちと共に帝章に、加わった。ブレシルでは、ハレスの一族が、族長ハルディアの下、帝章に加わった。これらの情報は、 隠れ王国のゴンドリンのトゥアゴン王にも達した。しかしマイズロスはまだ気が熟さぬうちに攻撃を急いだ。ベレリアンドの北方地域全域から多くが相当され、ドルソニオンも敵の手から解放された。今やエルフたちが決起したという警告を受けた、モルゴスは対抗するため計り事を練った。彼は多くの患者や無本の用意がある工作員たちを フェアノールの息子たちの内部に送り込んでいたため、それを使うこととした。ようやく、マイズロスは、エルフ、人間、ドワーフの中から集められるだけの兵力を急合し終え、東西からアングバンドを攻撃することにした。まず、マイズロスがアンファウグリスに兵を進め、モルゴス軍を応戦のため引きずり出し、そうなったら、フィンゴンがヒスルムの山道から撃って出て、 敵軍を挟み撃ちにすることで粉砕することを考えた。決起の合図はドルソニョンのおのろしであった。下士の日の朝トランペットが吹き鳴らされ、東西にそれぞれの旗印が掲げられた。上級王、フィンゴンの元にはヒスルムの全ノルドールに、ナルゴスロンドのグインドールキカのノルドール、そしてファラスのエルフにドルイコールローの人間の大部隊がいた。その中には、 豪遊を誇るフーリンとフオール兄弟がおり、ブレシルからは、ハルディアが一族の多くを率いてきていた。大軍勢である。フィンゴンは、サンゴロドリムの方を見やると、黒雲に包まれ、黒煙が立ち上っていることで、この挑戦を、モルゴスが受ける気でいることが分かった。その時不安が、フィンゴンの心に起こった。彼は、東の方を見て、マイズロスの軍が進軍してくるのが、 エルフの鋭い視力で見えないかと探し求めたが、それは見えなかった。その頃、マイズ・ロスは、遠いのウルドールから、アングバンドから軍が襲撃してくるという偽報法を受けた、ため、出陣が遅延していたのである。ところがこの時、不意に歓声が西で湧き起こった。なんと、意外なことに、フィンゴン王の弟トゥアゴン王が、ゴンドリンから一万の兵を率いて出陣してきたので、ある。 フィンゴンの指揮は、稲が、王にも高まり声え高く叫び、彼の大音声は山々にこだました。敵側の計画をすべて把握していた、モルゴスは、患者が、マイズロスを引き止め、敵側の連携が崩れるのを期待し、一見大軍と見える軍勢を、ヒスルム方面へ出陣させた。この時指揮が高まっていたノルトール族は、これを、アンファウグリすぎて迎え撃とうとしたが、 モルゴスの関係を用心したフーリンがことを唱えた。そして多くたちが攻撃を仕掛けてくるのを待つこととした。しかしアングバンドのヒスルム方面軍指揮官はどんな手段をとってでもフィンゴンの軍勢を誘い出すよう言命されていた。そこでモルゴス軍はヒスルム軍のすぐ目の前までやってきて彼らを挑発した。しかしフィンゴン側は 挑発に乗らず無視したため、多くたちのあざけりの声も、だんだん下火になってきた。そこで指揮官は、数人の死者と共に一人のエルフの捕虜を送り出した。彼は、ナルゴスロンドの貴族ゲルミアで、拷問で盲目にされていた。アングバンドの使者は、こういった捕虜たちがいくらでもアングバンドに入る。助けたかったら早くしないとこうなるぞ、と告げて、ゲルミアを手足を順に切断し最後に首を、 切り落として去った。折り足く、その場には、ゲルミアの弟グインドールがいた。兄の死に様を見せつけられた、彼は、狂気のごとき怒りにかられ、馬に飛び乗ると走り出た。他にも多くの騎手が続き、彼らは死者たちを皆殺しにし、さらに敵人深く切り込んでいってしまった。これを見て、他のノルドールの軍勢も嫌をなく出撃し、フィンゴンも、白き兜を被ると、 トランペットを鳴らさせた。第5の合戦の始まりである。ヒスルム軍は一斉に踊り出て、猛攻撃を開始した。その攻撃の凄まじサタルや、アングバンドの正方軍は、援軍の到着を待たずして、たちまち全滅させられた。フィンゴンの軍勢は、グインドール帰下のナルゴスロンドのエルフたちを先頭に、アンファウグリスを通過するとアングバンドの大門前に、たどり着き。 そこを守る守備兵を壊滅させると門扉を激しく叩いた。モルゴスはこの音を危機地の底深い己の玉座で震え、おののいたという。しかし、ここで、フィンゴン軍は罠にはめられた。サンゴロドリムに数多くある秘密の入り口から、モルゴスが主力部隊を出撃させ、不意に撃って出たのである。ナルゴスロンドのエルフたちは、グウィンドールを除いて、皆殺しにされ、 彼は生きながら捕らえられた。というのも、フィンゴンは敵主力部隊との戦いのため彼を助けることができなかったのである。そして無数の死傷者を出して、フィンゴン軍はアングバンドの城門から撃退された。フィンゴンの軍勢は退却戦に移り、殿を務めたハルディアとブレシルの男たちの大半が打ち死にを遂げた。5日目に入って、エレド・ウェズリンはまだ遠く、夜も暮れてきた頃。 オークたちはヒスルム軍を包囲し、次第に追い詰めた。しかし朝になるとともに、ゴンドリンの主力部隊を率いて、トゥアゴン王が救援にやってきた。彼らは南方に配置されていたことと、早まった攻撃に出ないよう用心していたのである。ゴンドリン軍は、オークたちの包囲を突破し、トゥアゴンはニーフィンゴンのもとへ、たどり着いた。その場には、フーリンもいた。 彼らの再会は激戦の最中とはいえ、喜ばしいものであった。こうして、エルフたちの士気も再び高まった。またちょうどこの時、東方からマイズロスのトランペットが聞こえてきた。フェアノールの息子たちがようやく動いたのである。彼らはアングバンド軍の後方を襲った。この時全軍が忠実であったなら、エルダールは勝利を収めることもできたかもしれなかった。アングバンド軍は浮き足立ち。 逃走する者も,も出始めていたからである。しかし、ここぞとばかりにモルゴスは、最後の戦力を解き放った。狼や狼のり、バルログたち、竜たちとそのソグラウルングが来襲したのである。この恐るべき軍勢は、マイズロスとフィンオンの間に割って入り、両軍の合流を妨げた。しかしこの合戦で、モルゴス軍にとって何よりも、大きな力を発揮したのは裏切りであった。 これがなければ、オオカムやバルログやリュウがいかに猛威を振るおうとも、モルゴスは目的を達し得なかったであろう。腹黒いウルファングが、モルゴスと通じていたのが露見したのはこの時だった。アズマエビスたちの多くは、嘘偽りと不安に耐えられず逃げ出したが、ウルファングの息子たちは、モルゴス側に加担して、フェアノールの息子たちに突然襲いかかった。そしてこの混乱に乗じて、自分たちは、 マイズロスの軍旗へと迫った。しかしその一方、もう一つの主要なアズマエビスの部族であるボールの一族はエルフ諸公への忠誠を貫き、ウルファングの息子たちを迎え撃った。結果裏切りを指導したノロワ式、ウルドールはマグロールの手で殺され、ウルファストとウルワルスはボールの息子たちが撃ち果たした。そのため、ウルファングの一族は、 モルゴスの約束した報酬を結局受け取ることはできなかったのである。しかしウルドールが前もって東国から集めておいた凶悪な人間たちの副兵が荒手として攻め寄せてきた。そしてマイズロスの軍勢は総崩れとなり、ボールの息子たちのボルラド・ボルラハ・ボルサンドは全員が打ち死にを遂げた。しかしフェアノールの息子たちは傷を負ったものの、落命したものはおらず。 ノルドールとドワーフの生存者を周りに駆け集めて、どうにかドルメド山まで逃げ切った。東軍の殿を務めたのは、ベレゴスとのドワーフたちであった。彼らドワーフ族は、エルフや人間よりも過熱に耐えられ、また戦場では大きな恐ろしい面をこむる習慣があり、これらが役立って、彼らは竜たちに猛然と立ち向かったのである。もし彼らがいなければ、グラウルングとその眷属たちによって、 ノルドールの生存者は皆焼かれて死んでいたかもしれない。ドワーフたちはグラウルングを取り囲むと大まさかりで切りつけた。この重い一撃にはグラウルングの堅固な鱗も完璧な防御とは言えなかった。このためたけり狂ったグラウルングはドワーフをアザガールに突進し、これを押し倒しその上に這い登った。その時アザガールは今和の際に最後の力を振り絞って、 グラウルングのやわい腹部に探検を深く突き刺した。この深手に、グラウルングはたまらずアングバンドに一目散に逃げ帰った。そしてその経営類たちも慌てふためいてその後を追って退却していった。肩や西の戦場では、フィンゴンとトゥアゴンの兄弟が味方の軍勢の3倍以上もの敵兵相手に波状攻撃を受けていた。一方そこには、バルロックの王、ゴスモグが来ていた。彼は、 フィンゴンを囲むエルフ軍に軍勢をなだれ込ませることでドゥアゴンとフーリンを引き離した。そして孤立したフィンゴンに襲いかかった。この衛兵たちの泣きに囲まれてフィンゴンはただ一人勇敢にゴスモグと戦っていたが別のバルログが彼の背後に回り込み火の鞭を彼に巻きつけた。そこへゴスモグの黒いまさかりが脳天に振り下ろされフィンゴンの株とは割れ、 ノルドールの上級王は打ち死にを遂げた。カイドに横たわった王の意外を、敵は、ここで散々に打ちのめし、彼の王旗は、血だまりの中で踏みにじられた。フーリンとフオル兄弟とハドルの一族の戦士たちは、ドアゴンを囲んで何とか踏みとどまっていた。そしてモルゴスの軍勢は、シリオンの賛同は、抑えることがまだできないでいた。そこで、フーリンは、 トゥアゴンに撤退してくれるよう懇願した。トゥアゴンはゴンドリンも発見されて滅ぼされるに、違いないと、半ば捨て鉢になっていたが、フオールがゴンドリンは、最後の望みであり、そこからエルフと人間の望みが生まれること、フオールとトゥアゴンの間から新しい星が生じることを、死を前にした予見で告げた。マイグリンはこれを聞き決して忘れなかった。トゥアゴンはそこで二人の忠告を受け入れ、 ゴンドリン軍の生存者すべてとニー・フィンゴンの進化で集められるだけのものを集めると退却を始めた。彼の大将である泉のエクセリオンと金掛のクロール・フィンデルが左右を警護してゴンドリンへと向かっていった。そしてドルイ・コール・ローの人間たちとフーリン・フオルワトノを守って敵を寄せ付けなかった。このためトゥアゴンは無事にゴンドリンへ退却することができた。 しかし残された者たちは、敵軍に包囲され次々と死んでいった。フオルも6日目の夕方頃に、毒屋で目を犬かれて打ち死にした。ハドル家の勇敢な男たちは皆殺され、カバネの山となった。フーリンただ一人が、最後まで生き残り、両手で斧を振るって、ゴスモグを護衛するトロルたちをほふっていった。彼は一人ほふるたびに自らを鼓舞する声を上げ、それは70回にも及んだという。 しかしついに彼は生きながら捕らえられた。ゴスモグは彼を縛り上げ、笑い者にしながらアングバンドまで引きずっていった。モルゴスの命で、多くどもは戦死者たちのムクロや彼らの武器武具をことごとく集めて、アンファウグリスの真ん中に積み上げて大きな塚山を作った。これは小山のようで遥か遠くからも眺めることができた。エルフたちはこれを、ハウズエン・ルミンデンと名付けた。 戦死者の丘の意である。または、ハウズエンイコールニアナイスとも呼んだ。こちらは涙の丘の意である。しかしカイドに覆われ何も育たないアンファウグリスの中で、やがてこの丘には草が燃え出て、ここだけは緑の草が再び青々と伸びて生い茂ったのであった。そしてこの地を好んで踏もうとするモルゴスの配下は誰もいなかった。かくして第5の河川。 ニアナイスアルノイディアドは終わった。モルゴスの勝利は大きかった。軍事的にはもちろん、人間が人間の命を奪い、エルダールを裏切る者も出たからである。このため団結して対抗しなければならないはずの、者たちの間に恐怖と憎しみが起きてしまった。この時からエルフたちの心は、エダインさん王家を除いた人間たちから遠ざかってしまったのである。フィンゴンの王国は滅亡し、 フェアノールの息子たちは、おアンドのエルフのもとに身を寄せ、イニシエの誠意も栄光もない、荒々しい森の暮らしをするはめになった。ブレシルは大量の戦死者を出したものの、ハルディアの息子ハンディアが族長となり、ごく一部が森に守られて暮らしていた。しかし、ヒスルムには一人も、フィンゴンの兵は戻らず、ハドル家の男たちも戻らなかった。モルゴスは、彼のために働いたアズマエビスを、 ヒスルムに送り込んだ。彼らは、肥沃なベレリアンドの地を望んだのだが、モルゴスは無視した。彼は、ヒスルムにアズマエビスを閉じ込めそこを離れることを禁じた。これが彼らの裏切り行為への報奨であった。ヒスルムに残っていたエルダールは、北方の鉱山に連れて行かれ、奴隷とされた。多くと狼たちは、今や北の地だけでなく、南にまで下ってきて、 ベレリアンドにも侵入し、オッシリアンドの国境にも入り込むようになったため、安全な場所はもうほとんどなかった。ドリアスとナルゴスロンドは持ちこたえていたが、モルゴスはこれらにはほとんど注意を向けなくなっていた。存在が知られていなかったからか、まだ攻撃対象として順番が巡ってきてなかったからかもしれない。今では多くのエルフがファラスの港に逃れキー・アダンの元へ避難した。 そしてエルフは水軍を編成し敏速な上陸、撤収を繰り返して敵を攻撃し、悩ませた。そこで翌年の冬が来る前にモルゴスはヒスルムとネブラストを越えて大軍を送り、ファラス地方を荒らし回った。そしてブリソンバールとエグラレストの二つの港は、包囲され敵に多大な損害を与えたがついには陥落した。キーア団の民の大半は殺され、 奴隷にされた。しかし、キー・アダムや、フィンゴンの息子ギルガラド、その他少数の者は、船で海に逃れ、バラール島に避難場所を作り上げた。また彼らは、シリオンの河口リスガルズの地にも港を建設した。モルゴスの思いは絶えず、ドアゴンへと向けられていた。惜しくも彼を逃したことと、今や、モルゴスの旧敵の中で滅ぼしたい者の筆頭となって、いたからである。 というのもトゥアゴンはフィンゴルフィン王家のものであり、フィンゴンなき今は彼がゼンノルドールの上級王であったからである。また彼はモルゴスが支配しようとしてもできなかった水、それを司るウルモの庇護を受けていた上、彼の父フィンゴルフィンの剣によって言えない傷を負わされたからである。そして何よりアマンの地にいた頃、バリノールでトゥアゴンを見た時モルゴスの心に影が刻し、 自分の破滅は将来彼からもたらされるのではないかという予感を覚えたからであった。そこで、モルゴスは、フーリンを前に連れてこさせた。彼がドゥアゴンと親しいことを患者を通じて知っていたからである。最初モルゴスは、その業種によって彼を威圧しようと試みたが、彼はこれに屈せず、むしろ反抗してみせた。そこで、モルゴスは鎖による拷問を試みた後、 二つの選択肢を示した。ここより解放され自由の身となるか、モルゴス軍の指揮官となりその地位と権力を享受するか、ただし引き換えにゴンドリンの所在を白状せよ、と、それに、フーリンは、ののしりで応じた。次に、ヒスルムにいる再支援者のことを持ち出して脅してみたが、これにも、フーリンは屈しなかった。とうとう、モルゴスは怒り、 フーリン一家に災いと絶望とし、そしてどこへ行っても破滅をもたらすという呪いを吐きかけた。対して、フーリンは、嘘つきのお前にそんな力などないと、死ガにもかけずあざけった。そのため彼は、サンゴロドリムの高みにある石の椅子に座らされると、モルゴスの魔力で金縛りとなり、再度呪いの言葉を吐きかけられ、そしてモルゴスの歪んだ目と耳でもって、 妻子と一族の行く末を嫌をなく、見せつけられることになるのであった。風林の子らの物語ドルイコールローの領主風林の妻はモルウェンと言った。この二人の間に生まれた子がトゥーリンで、彼はニアナイスアルノイディアドが終わった時まだ8歳であった。トゥーリンにはラライスという名の妹がいたが、彼女は3つになる持病で死んだ。そしてこの時、モルウェンは3人目の子を解任していた。 ニアナイスアルノイディアドの後、アズマエビスたちがこの地に入り込み無法を働いたが、ドルイコールローの奥方はアズマエビスたちの間で、あの女は白い魔物と付き合いのある魔女だという噂が飛び交い、危険視され、彼らは風林化の者とその館には手を出そうとはしなかった。アズマエビスたちはエルフを恐れていたのである。故に彼は多くのエルダールが避難場所としている南方の 山岳地帯を恐れ、近づこうとはしなかった。こうしたことからズマエビスたちは略奪の後、北へ引き上げていった。風ンの館はドルイコールロー南東にあったからである。とはいえ、今や彼女たちの生活は貧しくなっていた。彼女たちは殺されることこそなかったものの、土地、財産は奪われてしまっていたからである。もしも、風ンの演者のアイリンからの密かな援助がなければ、 彼らは飢え死にしていたことだろう。アイリンは、ブロッダという名のアズマエビスの頭目に、力属で妻とされていたのである。しかしモルウェーンはこのままの状況では、拉致が開かないことに気づいており、最も恐れていたこと、ドルイコールローの正当な継承者である、トゥーリンが、アズマエビスの奴隷になることを避けるため、彼を密かに南方へ送り出し、信号領にかくまって、もらえないだろうかと考えた。なぜなら、 バラヒアの息子ベレンは彼女の父方の縁者でフーリンの友人でもあったからである。そこでニアナイスアルノイディアドの翌年モルウェンはトゥーリンに年老いた二人の下僕をつけて山の向こうに送り出した。ドリアスに向かうために、この母との別れがトゥーリンの悲しみの始まりであった。そしてモルウェンは子を産んだ。女の子であった。彼女は娘にニエノールと名付けた。 その頃トゥーリン一行はついにドリアスの国境にたどり着いていた。そこで彼らは国境守備隊の隊長、ベレグと出会い、メネグロスへと案内された。シンゴルは昔と違って、今やエダイン三王家に好意的になっており、トゥーリンを快く迎え入れると驚くべきことに己の養子とした。人間の中にあって最強の者の、フーリンサリオンに敬意を表するためである。 そして、トゥーリンの下僕の一人が、ドルイコールローの奥方に、このことを伝えるためにと出立すると、シンボルはエルフの護衛をつけてやった。彼らは、無事に、モルウェンの元に到着し、トゥーリンのことを伝えた。この時エルフたちは、女王メリアンの招きを伝えて、モルウェンに戻りやすへ来るよう促したのだが、彼女は、自尊心と、ニエノールのことからこれを丁重に拒み、 死者のエルフたちが帰還するとき、ハドル家の十代の放棄の中でも、最も貴重なものである、ドルイコールローの竜の兜を託した。トゥーリンはドリアスでの少年時代を、ネルラスという名のエルフを止めとよく過ごした。彼女からドリアスについて、トゥーリンは多くのことを学び、またシンダール語も彼女から学んだ。この頃は、トゥーリンにとって明るい一時であった。しかし、 トゥーリンが少年から青年になるとネルラスと会うことは次第に少なくなっていった。それでもネルラスは影から彼を見守っていたのだが、9年の間トゥーリンはベネグロスで過ごした。彼の親族の消息は死者を通じてたびたびもたらされ、妹、ニエノールが美しく成長していることや、それがモルウェンの心痛を和らげていることを伝え聞いたのである。そして、 クーリンは人間の中で最も武高く成長し、その努力と勇気は国内に知れ渡るようになった。彼は、ベレグに、弓矢の技に、森の知識、そして剣術を学んだ。このように彼をよく知る者からは、愛情、友情を得たが、彼自身は陽気な性質ではなく、滅多に笑うこともない陰気なところがあったので、友人は多くはなかった。特に彼を嫌う者の中に、 サイロスという名のエルフがいた。彼はベレリアンド最初の合戦でデネソールに仕えていたものである。デネソールの死後、彼はオッシリアンドではなくドリアスに避難してきたのであった。彼はトゥーリンに巧みに悪意を隠して嫌味を言ったり、無別の言葉を投げかけた。トゥーリンはこれに終始沈黙を持って答えたが、 これがさらにサイロスの勘に触った。十七歳になった時、新たなトゥーリンの悲しみが起きた。ドルイコールローから死者が戻ってこなくなったのである。今や、モルゴスの大影は、ヒスルム全土にまで達していたためである。トゥーリンは、家族のことを思うと思い悩んだ。彼は、シンゴル王の前に参じると剣と鎧、そしてドルイコールローの竜の兜を賜るよう願い出た。それは叶えられたが、 彼が名王を打とうとしていることを知ると、シンゴル夫妻は忠告して、それを急めた。そこで彼は中原に従い北の国境へ出向き、エルフ部隊に合流し、多くや他のモルゴスの召使スたちと戦うようになった。彼は常に先陣を切って、敵をほふった。その大胆さから、ドルイコールローの竜の兜の再来が、ドリアス以外の国々でも囁かれるようになった。この頃戦士として、 トゥーリンが叶わなかったのは彼の死であるベレグ・クルサリオンただ一人であった。二人は戦友となって共に戦った。そして三年後、トゥーリンは戦いに疲れて休息を取ろうとメネグロスに帰ってきた。しかし荒野から戻ってきたばかりの彼は髪はボーボーブ具も衣服もくたびれ果てており、そんな彼が食卓に着いたところをサイロスがあざけてヒスルムの男たちが こんなにも野蛮で荒々しいのなら、女たちは、髪の毛以外身を覆うものもなく走り回っているに、違いないと、無別の言葉を投げかけた。これには、トゥーリンも激怒し、杯を取るや、サイロスの顔面に投げつけた。彼はひどい傷を負い、ひっくり返った。そこへ、トゥーリンは剣を抜いて迫ったが、これは、マブルングによって阻止された。翌日トゥーリンが、 国境警備隊に戻ろうとしていたところを、剣と盾で武装したサイロスが待ち伏せしており、背後から襲いかかった。しかし百戦連磨の戦士となっていたトゥーリンはこれをかわすと、素早く剣を抜き、打ちかかった。そして、サイロスの盾を砕き、剣を持つ手を傷つけて、彼を無力化した。その上で、昨日の部別のお返しに、サイロスの衣を剥ぎ取り、身を覆うのは、 髪の毛だけにすると、剣で持って追い回した。サイロスは狂ったように悲鳴を上げながら逃げ回ったため、他のエルフたちも何事かと集まってきたが、二人はすごい、速さで駆け抜けていったため、ついていけるものは、ほとんどおらず、追いかけられたのは、マブルング他数名であった。彼は追いかけながら、必死に、トゥーリンに思いとどまるよう説得したが、トゥーリンはそれを無視した。そして、サイロスは、 エスガルドゥインの川まで追い詰められ、恐怖のあまり跳躍を試みたものの、対岸への着地には失敗し、悲鳴と共に落ちていき、水中の大岩に当たって砕けて死んだ。その結果を見届けたトゥーリンが振り返ると、そこにはマブルングほか何名かのエルフたちがやってきていた。彼はトゥーリンにメネグロスに戻り、王の裁きを待つよう伝えた。しかし、トゥーリンはこれを断った。 サイロスは王の助言者の一人であったからである。マブルングは真珠トゥーリンに同情していたため、友として戻るよう進めた。しかし、それでも囚人となるのを恐れたトゥーリンは断り、立ち去った。もしトゥーリンを生きたまま捕らえようとするなら、マブルング側にも犠牲者が出るのは避けられないためである。そして、トゥーリンは逃亡し、無法者となったのである。その頃ドリアスでは、 トゥーリンに対して裁断が下されようとしていた。シンゴル王は、サイロスも、嘲笑の言葉を投げかけたりと日はあるが、死に至らしめるほどの罪には見合わないと考え、トゥーリンが王に許しをこわず、国を出て行ったことを聞き、養子縁組を取り消すとまで発言した。だがそこへベレグが、ネルラスを連れてきて、彼女が王に、彼女の見たこと、すなわちサイロスがトゥーリンに、 不意打ちを仕掛けたことを根性した。これにより審判の場は一変し、皆がトゥーリンに同情的になった。そして王はトゥーリンの過失を許し、再び王宮に迎え入れることを許可した。しかしネルラスは泣き出し、彼は見つかるだろうかと嘆いた。王も何か良い手立てはないものかとシアンにくれていた、ところをベレグが王に対して、自分がトゥーリンを必ず探し出して連れてくると答え、 一人、出発した。その頃トゥーリンは自らを王に追われる武法者になったと、信じ込み、西を目指して、ドリアスを抜けると、テーグリン南部の森に入った。ニアナイスアルノイディアド以前には、ハレスの一族が点在して生活していた場所である。だが今では彼らの多くは死にかえ、生存者は、ブレシルへと落ち延びていた。そして、ニアナイスアルノイディアド以降は荒廃した時代となった、ため、 付近一帯は多くと無法者が長領っこしていた。敗残兵に罪人、荒廃した土地を捨ててきた人々、追放者、これらは略奪を繰り返す無法者と化していた。彼らはガウアワイス呼ばれ意味嫌われていた。その中の50人ほどは徒党を組み、多くに劣らぬほど嫌われていた。その悪名高い一党に、トゥーリンは出会うこととなった。 彼らは通行料を要求し、払えないなら死んでもらうと脅してきたが、トゥーリンはそのうちの一人を即座に殺してみせることで、後釜に入った。そして本名は明かさず、姉さんと名乗った。ほどなく彼は一目置かれるようになった。剣の腕が立ち、森の知識も豊富で、欲が薄く、自分のトリブもほとんど要求しなかったからである。このように無法者仲間から信用されるようになったが、 恐れられるようにもなった。彼らには理解できない突然の怒りのためである。トゥーリンは自尊心ゆえにドリアスには帰れずブレシルのハレスの一族のもとに下るつもりもなく、かといってドルイコールローには戻れなかった。冥王の影の下にある彼の地に単独で赴くのはあまりにも危険すぎるからであった。それゆえトゥーリンはガウアワイスの一員としてとどまらざるを得なかった。 しかし彼らの非道な行為を見て見ぬふりをするとき、憐憫の情や羞恥心から怒りの感情が頭をもたげたのである。そして、春が来たが、このまま森の民の家々の近くにねじろを構えるのは危険なことであった。何時彼らが団結してガウアワイスに抵抗してくるか知れないからである。そこで南へさっさと行くべきだとトゥーリンは思っていたが、それを狩猟、修行。 ホルウェグがしないのを不審に思っていた。そんな折、散歩に出ていたトゥーリンはたまたま森の民の若い娘を襲おうとしていた狩猟を切り捨ててしまう。そこを無法者の一員アンドローグに見られてしまうが、彼の命は助けた。この結果がウアワイス内で揉めたものの、全狩猟に不平が溜まっていたこともあって、トゥーリンを新しい狩猟とすることに決まった。そして彼らはその地方を離れた。 ドリアスから幾人もの探索者が放たれ、トゥーリンが出本した都市に探索に当たったが、探索は失敗に終わった。というのもまさか無法者の都とつるんでいるとは、夢にも思わなかったからである。結局彼らは皆起きさんした。ベレグのみが一人孤独な探索を続けた。そして、トゥーリンに助けられた森の民の娘からついに足がかりを得たのである。ベレグは追跡を開始したが、 トゥーリンは移動の際ほとんど手がかりを残さぬよう、水際だった術を用いて妨げたので、ベレグですら彼らの探索には手を焼いた。痕跡を見つけ、野生の生き物から聞き出した情報からその場へ行ってみると、すでにもぬけの殻となっていた。それからほどなく、多くたちがテーグリンを渡って南にやってきた。ブレシルの民の抵抗を受けながらも、多くどもは、 森の民のもとへ略奪にやってきた。ベレグによる注意を受けていたため先に送り出していた。不助子はブレシルに逃れていたため助かったが、遅れて出発した男たちは多くに遭遇し、戦いとなり、打ち負かされた。幾ばくかの者が過労してブレシルまで逃げ切ったが、多くの者は殺される過捕虜となった。そして、 多くは家屋敷を略奪して回ると、火をつけ、西に戻って、街道を使い北方へ戻ろうとしていた。これを無法者の石膏が察知した。捕虜はどうでもよく、略奪品目当てゆえである。しかし、トゥーリンは、相手の規模がわからない以上、むやみに襲うのは危険だと判断したが、無法者たちは耳を貸そうとはしなかった。そこで仕方なくトゥーリンは、 オルレグという名の無法者を伴って偵察に出た。その間はアンドローグが一等の指揮を取ることとなった。だが、多くたちは街道近くがナルゴスロンドの領域に近いことを知っており、その見張りを恐れてもいた。そのため略奪語でも浮かれておらず、用心深くなっていたためトゥーリンとオルレグは発見されてしまった。多くたちはナルゴスロンドの石膏と勘違いし、 たちまち二人を追い回し始めた。トゥーリンは彼らの様子から、ナルゴスロンドのエルフを大変恐れているのを見抜き、多くを欺いて西へと逃げた。オルレグは途中で、多量の矢を浴びて死んだが、俊足とエルフの鎧を身にまとっていたトゥーリンは、無事逃げをせた。多くたちは、ナルゴスロンドのエルフがやってくるかもしれないとの恐れから、捕虜を皆殺しにすると慌てて北へと逃げていった。 三日間経っても、狩猟とオルレグが戻らないことから、無法者たちは出発を促したが、アンドローグがこれを制していた。そんな時彼らの前に一人のエルフが不意に姿を現した。ベレグであった。彼は何の武器も持たず、敵意のないことを示すため、手のひらを彼らの方に向けていた。しかし無法者たちは恐怖し、アンドローグの撃った罠がベレグの両腕を絡め取った。 ベレグは、友として参った自分になぜこんな打ちをするのかと、姉さんの名を呼んだが、ウルラドという名の無法者が彼は今はここにはいないことを告げた。そして、アンドローグが、長らく自分たちを付け回していたのがベレグであると、確信すると、彼を木に縛り付けた。彼は質問したがベレグは、自分は、姉さんと名乗る、男の友人で、彼に吉報を携えてきたとしか答えなかった。 アンドローグは彼を殺そうとしたが、多少は心根の良い者たちが反対し、アルグンドはもし狩猟が戻ってきた時に友人と吉報を奪われたと知ったら自分たちは後悔することになると言って静止した。だが、アンドローグはベレゴドリアス王の患者に違いないと決めつけた。それから二日間が経過するとさすがに男たちも痺れを切らし、エルフを殺そうとした。その時、 ちょうど、トゥーリンが帰ってきたのである。彼は、ベレグを見ると衝撃を受け、涙をハラハラと流しながら駆け寄った。そして、友を縛っている縄目を断ち切ると、ベレグをかき抱いた。無法者仲間から、ことの次第を聞いて、自分の言ってきた無法武道な行為に、自責の念が芽生え、今後トゥーリンは、人間と、エリフ以外しか襲わないと誓った。そこに今しめから解かれたベレグが、 サイロスの一件は、不問となったことを告げ、ドリアスに戻ってくれるよう頼むが、彼は、黙り込んでしまった。翌朝もう一度ベレグは、ドリアスに戻るよう説得したが、トゥーリンは、自尊心からドリアスへの帰還を拒んだ。それに無法者仲間に対しても愛情があることから、今更彼らを見捨てるわけにもいかないと告げ、トゥーリンは自由にやってゆきたいと、自身の手勢を従いて戦うことを決意する。 そしてベレグに残ってくれるよう懇願するが、ベレグはそれはできないと答え、今や、多くたちは、ディンバールにもやってきて、ブレシルの人間も何にしているから、自分はそこへ戻るつもりだという。そこで自分に会いたければ、ディンバールに来て、自分を探せと伝える。トゥーリンはそれに黙って耐えたが、不意に、エルフの乙女のことを口に出し、彼女に証言してもらったのに、 自分は彼女を思い出すことができない。なぜ彼女は自分を見ていたんだろうかと一人ごちる。これにはベレグも驚き、トゥーリンが幼い頃ネルラスと共に過ごしていた日のことを告げる。しかし子供の頃のことは、もうおぼろげでよく思い出せないと答える。トゥーリンに、ベレグは大きく探索し、中津国には武器によらぬ傷もあるのだと言い、エルフと人間はやはり出会うべきではなかったのだと嘆いた。 そして別れの際なじか、アモンルーズが目に入ったことから、トゥーリンは、ベレグに、自分に会いたければ、アモンルーズに来て、自分を探せと伝え、二人は友情を懐きながらも、悲しい気持ちで別れた。ベレグは、メネグロスに戻ると、シンゴル夫妻に、ことの点末をすべて根性した。シンゴルはため息をつくと、トゥーリンに対して、どうすればいいのかと、悩んだ。そこで、 ベレグは糸間合意をした。彼はできる限りトゥーリンを守り導く決心をしたのである。シンゴルはそれを許可し、別れに際して望みの品を与えると言った。ベレグは名剣を一振り所望した。今や多くの数は多すぎて、彼の代給だけでは間に合わなくなってきたのと、ベレグの持っている剣では多くの鎧を貫くのが難しくなっていた。それに対しシンゴルは、 武器庫に所蔵している剣の内から好きなものを選べ、と言いベレグは、アングラヘルを選んだ。この剣は非常な名剣で、これに匹敵するのは、アングイレルという体になる剣のみであった。この二振りの剣は、陰鉄でできており、鍛えた刀初は、コンドリンで処刑された暗闇のエルフへオルである。彼は、ナンエルモスの住む許可を、シンゴルから得る代わりに、イヤいやアングラヘルを献上したのだった。 アングイレルの方は、エオルが自分用に取っておいたが、マイグリンが脱走時に勝手に持ち出した。ベレグがアングラヘルを配慮すると、女王メディアンがその歯を見て、その剣には邪気がこもっており、それを鍛えた刀鍛冶の黒い心が潜んでいるため、使い手を愛することはないだろうと忠告する。それでもベレグはこの剣を選んだ。そして、メディアンからは、レンバスを大量に与えられた。 ベレグはこれらの授けられたものを携え、北のディンバールへ戻っていった。そして、アングラヘルは、鞘から抜かれることを喜んだ。やがて多くともが駆逐され、戦いが静まると、冬に、ベレグはそこを去り、二度と戻らなかったのである。ベレグが去ってから、北方の多くは、以前にも増して、大舞台で街道を南下して、テイグリンを渡るようになり、 無法者一行は狩るよりも狩られることの方が多くなってきた。そこで、トゥーリンはより安全な喪窟を探さねばならないと痛感し、シリオンの谷間を抜けて西へと向かった。ここまで遠出するのは一行にとっても初めてのことであった。そんな中、雨宿りをしているとき、三つの人影を目撃する。大声で止まるよう命じたが、人影はそれに従わず逃げようとしたため、 アンドロングが矢を追いかけた。二つの人影はそのまま逃げたが、一つは逃げ遅れトゥーリンたちに捕まった。それはショードワーフでなおミームと言った。ミームは命ごよし、身の白金の代わりに誰にも見つからぬ隠れ家を共にしてもよいと申し出たため、トゥーリンはそれを受け入れた。翌日彼らはミームに続いてアモンルーズへ向かった。アモンルーズはハゲ山で、 シリオンの谷とナロックの間の荒れ地の外れにあり、岩を覆うセレゴンというシンクの花以外何も生えていなかった。ミームは秘密の入り口に着くと、一行、バルエンダーウェイズと名付けた洞窟の中へと案内した。ここでミームは、自分の息子、キームが死んだことをもう一人の息子イブンから知らされる。アンドローグの放った矢がキームの命を奪ったのである。トゥーリンはこれを申し訳なく、思い。 もしも富が手に入ることでもあれば、近海で息子の命をあがなおうと申し出た。ミームはこれを聞くと、トゥーリンを眺め、その胸を受けたまわったことと、気持ちが少しは和らいだことを告げた。だが、アンドローグに対しては、再び弓矢を手に取らば、弓矢によりて死ぬという呪いをかける。こうして、バルエンダンウェズにおけるトゥーリンの日々が始まる。ある年の真冬が近づく頃、未曾有の大雪が、 北方からもたらされ、アモンルーズも深い雪に覆われた。アングバンドの力が増大するにつれて、ベレリアンドの冬は厳しさが増していると人々の間で噂された。そんな厳しい寒さの最中、ベレグ・クーサリオンが再びトゥーリンの元へ訪れる。ベレグは彼の竜の兜を携えてきていた。それによって、トゥーリンの考えが変わることを期待したからである。しかし、 トゥーリンはドリアスに戻ろうとはしなかった。ベレグは彼への愛情に負け、彼もトゥーリンの仲間になることになった。無法者仲間にレンバスを与えることで活力を与え、怪我人や病人も治療した。たちまち彼らは癒された。ベレグは弓の腕前も優れて、力も強く、遠目も効いたので、無法者仲間からも尊敬を受けるようになった。しかしショードワーフは、 過去にベレリアンドのエルフに追い立てられ、殺されたことがあったためミームは、ベレゴーに組んだ。トゥーリンは再び竜の兜を身につけると、自らをゴルソルと名乗り、バルエンダンウェズを拠点に戦いを開始した。多くたちは、南方の地域、ベレリアンドに入る道を探っていたが、トゥーリンに引きられたガウアワイスたちはそれを、襲撃するようになった。竜の兜と号泣が再起したという噂はアマネクに、 伝えられた。さすらい人となりつつも、モルゴスに抵抗する意志を持つ多くの者たちが、再び勇気を取り戻しトゥーリンとベレグのもとへ集まって、きた。テーグリン川とドリアス西境に挟まれた地域は、ドルイコールクーアルソルと呼ばれるようになった。弓と兜の国の意である。トゥーリン一等は一大勢力に膨れ上がり、アングバンドの影響は後退した。メネグロスやナルゴスロンド。 そして隠れ王国ゴンドリンにすら二人の武勇の誉れは響いた。トゥーリン一党に対し、ナルゴスロンドからは、その秘密の場所を守るため、軍事的な支援はできないものの、必要なものは何であれ提供しよう、と申し出が来た。すべてがうまくいってるように見えたが、ベレグは、先のことを考えて、たびたび警告した。だが、トゥーリンは考えを変えず、 ここで力を蓄えた後にドルイコールローへ向かう胸を告げた。やがて二人のことは、モルゴスの耳にも入り、竜の株とゆえに、フーリンの息子の存在は明らかになってしまった。彼は、アモンルーズ近辺に患者を大量に放った。その年も暮れる頃、ミームとイブンは、冬の蓄えのため、荒れ地に赴いたところを捕らえられた。そして秘密の入り口をまたも案内させられる羽目になった。 こうしてバルエンダンウェズは敵に売られた。ミームの案内で多くたちは敵が寝静まっているところを襲ったのである。トゥーリンの仲間の多くは寝ているところを襲われ、殺された。中には階段を使って丘の頂に逃れた者もおり、彼らはそこで打ち死にするまで戦った。アンドローグもそこで勇敢に戦ったが、多くの矢で致命傷を負った。しかし、 トゥーリンは戦闘中に網を被せられ、身動きの取れなくなったところを連れ去られた。あたりに、静けさが戻った頃、ミームが姿を現した。そして山頂に倒れた死者たちを見渡したが、一人、生存者がいた。ベレグであった。そこでミームはゾウの念からベレグを殺そうと、死者の傍らにあった、アングラヘルを手に近づいたが、ベレグはよろめきながら立ち上がり、 アングラヘルを奪い返すと逆にそれを突きつけた。ミームは行転して山頂から逃げ去った。ベレグはひどい傷を負っていたが、彼は中津国のエルフでも力強いものである上、癒しの術にもたけていたので死ななかった。回復した、彼は埋葬しようとした死者の中にトゥーリンがいないことに気づき、彼が多くたちに連れて行かれたことに気づいたのである。そこで彼は追跡を開始した。 相手の足取りを追う術にかけて、彼の右に出る者は、中津国博といえども一人もいないほどであった。彼は眠らずに休校したのに対し、多くたちは、勝利に浮かれて北上するにつれ、追跡を恐れなくなっていたため、その足取りは遅かった。多くたちの居所ももはやさほど遠くはなかった。そんな時、ベレグは道中タウアヌフインで一人のエルフを発見する。それは、 ナルゴスロンドーのグウィンドールであった。そこで、グウィンドールにレンバスを与え活力を取り戻させ、通過した多くの部隊の話を聞くと、その中に体操性の高い人間の男がいたと彼は言った。そこで、トゥーリンを助けるために自分が来たことを話すと、彼は一旦は諦めることを勧めるが、ベルグはそれでもトゥーリンを見捨てず助けに行く決心で、あるというと彼も助力を申し出た。 アンファウグリスの不毛の地まで来ると、多くたちは、狼を見張り番に立てて、酒盛りを始めた。その頃、エレドウェスリンに、稲妻が走り、西から、風が吹き始めていた。多くが眠ったところで、ベルグはその号泣で狼を一匹ずつ、確実に仕留めていった。そして二人は、野営地に入ると、縛られたトゥーリンを発見し、綱を切ると抱き上げて、そこから運び出した。 そこから少し登ったウバラの茂みまで来ると、これ以上彼を運べず二人は、トゥーリンをそこで下ろした。嵐は近くまで来ていた。ベレグは、アングラヘルを抜くと、トゥーリンの手足の戒めを切った。しかしこの時運命の力が強く働いた。足の枷を切った時アングラヘルの切っ先が、トゥーリンの足を少し刺したのである。彼はそれで目を覚ました。すると何者かが、 抜き目の剣を引っ下げて、自分の上にみ込んでいたのだ。彼は多くが再び彼を苦しめに来たと、早と散りし、暗闇の中で掴みかかると、敵の剣を奪い取り、彼の上にみ込んでいた何者かを切り殺したのである。しかしその時一戦の稲妻が頭上を走り、自分が切った者の,の顔を照らした。それは、ベレグの顔であった。トゥーリンは、石とかしたように動かず、それを見つめ、 傍らのグウィンドールは稲光に照らし出されるトゥーリンの顔の生産さに言葉もなかった。多くたちは嵐のため八重地全体が大変な騒ぎとなっていたが、トゥーリンはグウィンドールの危険を告げる声にも全く反応せず、ベレグの泣きの傍らにいつまでも座り込んでいた。朝が来て嵐も去ると多くたちはトゥーリンの捜索を諦めアングバンドへと帰還していった。トゥーリンは 魂が抜けたように呆然と座り込んでいた。グウィンドールは、トゥーリンを促すとベレグを埋葬した。傍らには、彼の号泣、ベルスロンギングが置かれた。しかしアングラヘルは、グウィンドールが取り置き、無益に土の中にあるよりは、モルゴスの召使いに恨みを晴らすと良いと言った。そしてこの先必要だったタメレンバスも取り置いた。こうして、最も審議に厚い。 ベレリアンドの森の技にかけては右に出る者の,のいないベレグクーサリオンは彼の弟子であり親友であった者の,の手によって最後を遂げたのである。この悲しみは一生トゥーリンの中から消えることはなかった。グィンドールは自失した状態のトゥーリンを導くとその場を離れ彼を守って案内を務めた。二人は長い道の果てついにエイセルイブリンに到着した。 エレドエスリンの下にあるナログ川の水源である。ここで、グウィンドールは、トゥーリンにこの水を飲むことを勧めた。なぜならば、イブリンの泉には、ウルムの力が宿っていたからである。その水を飲んだトゥーリンは、正気を取り戻すと同時に、涙を、ハラハラと流した。ここで彼は亡きベレグに捧げる歌を作って歌った。そこで、グウィンドールは彼にアングラヘルを手渡した。 その闘身は黒々としていて大きな力を秘めていたが、今は歯は鈍っていた。そして、トゥーリンは、グインドールの自己紹介を聞くと、父フーリンのことを尋ねたが、グインドールは彼の姿は見てないが、モルゴスに公然と抵抗したため、彼と彼の肉親に呪いがかけられたという噂を聞いたと答えた。彼らは、エーセルイブリンを立ち去ると、南に旅を続け、 ナルゴスロンドへとやってきたのである。ナルゴスロンドでは、王女、フィンドゥイラスが、グウィンドールの恋人であったため、彼らの帰還を喜んだ。そこで、グウィンドールに免じて、トゥーリンもナルゴスロンドに滞在することを許された。しかし、グウィンドールが彼の紹介をしようとしたところ、トゥーリンはそれを遮り、自分のことを、ウーマルスの息子アガルワインと名乗った。すなわち、教運の息子にして、 地に汚れたるものの意であるエルフたちはそれ以上問い詰めようとはしなかったやがてトゥーリンはオロドレスの覚えめでたくなった彼はまだ若く母親譲りの美貌の持ち主であった上その所作はドリアスにあって洗練されており彼はエルフの中にあってもノルドールの講師と勘違いされてもおかしくはなかったそれゆえ彼はアダンエゼルと呼ばれることが多かった ナルゴスロンドの優れた刀鍛冶たちは、彼のためにアングラヘルを鍛え直した。刀身は黒いままだが、葉は青白い火のごとく輝き、トゥーリンはこの剣を、グアサングと名付けた。彼はその剣とドワーフの鎖たびら、そして敵に悟られぬよう竜の兜とは身に帯びず、武器庫で見つけたドワーフの仮面を身につけて、戦いに出た。彼の示した武勇と剣の腕はことに優れていたため、彼は、 モルメギルとも呼ばれるようになった。敵はその剣と仮面を見ただけで逃げるようになった。トゥーリンは、オロドレス王に徴用されるようになり、王の会議でも発言権を得たが、クインドールは常に、トゥーリンの意見に反対した。彼はアングバンドに囚われていたことがあり、モルゴスの手口を多少なりとも知っているからであった。たとえいくつかの勝利を勝ち得ても、モルゴスはそれによって、強敵の場所を悟り、 十分な力を集めて、そこに破壊の鉄椎を振り下ろすのだ、と。今や、秘密の中に行動するのが、最良のことであり、バラールが来るまでそうやって持ちこたえることだ、と発言した。対して、トゥーリンは、バラールなどは当てにならず、小さくとも、勝利を重ね、つかの間であっても、栄光を勝ち取るべきであり、たとえ最後に敗れようともせめて彼のものに一死報いるべきだ。 と主張した。また、人間の命は、エルフと違って短く、逃げ隠れするよりは、戦に打って出る方が良いとも述べ、それによってなされた訓馬では、モルゴスも消すことはできないと反白した。対して、グウィンドールは、キー・アダンの下で船が作られて、西方衛死者がたびたび送られていることを述べ、トゥーリンが自分自身の誉れに囚われており、そして同じやり方をナルゴスロンドの国民に、 要求していると非難した。結局両者の意見が相入れることはなかった。王女、フィンディラスはフィナルフィンウォーケならではの美しい金髪の持ち主であった。トゥーリンは彼女を目にしたり、共に過ごしたりすることに喜びを覚えるようになっていった。というのも、彼女は故郷ドルイコールローの女性たちのことを思い出させたため、彼に肉親や 演者のことを懐かしく感じさせたためである。そして彼女の方も次第に、トゥーリンに好意を抱くようになり、彼女の方から彼を探すようになった。二人で語らうとき、彼女はあまり見たことのないエダインのことについて尋ね、彼は心よく、それに答えたりしたが、自分の故郷と経緯については、一切触れなかった。フィンドイラスは彼を異性として、好ましく思っていたが、トゥーリンは、 幼い頃に亡くした妹ラライスの面影を彼女に見出しただけであって異性として見ているわけではなかった。彼はフィンドゥイラスにあなたのような美しい妹がいればよかったといい。それにフィンドゥイラスは彼を慕う心を隠して自分にもツーリンのような頼もしい兄弟がいればとよいと思うと答えるとアガルワインの名はふさわしくない上に真の名とも思えないといい。以後彼女は彼を スリンと呼ぶと告げた。これを聞いて、トゥーリンはぎっくりとし、それは自分の名ではないと言った。フィンドゥイラスの思いは、グウィンドールとトゥーリンの狭間で揺れ動いていたが、次第に校舎の方へ傾いていった。しかしこれは彼女の心を苦しめた。グウィンドールのアングバンドでの受難のことを考えると、彼にさらに苦しみを与えることは、彼女の望むところではなかったからである。 それでもトゥーリンへの愛は日増しに増していった。しかし、そこではたと、ベレンとルーシエンのことが思い出され、トゥーリンは、ベレンのような人間ではないことに気づいた。彼がフィンドゥイラスに向ける愛情は、男女間のそれではなく、別の類のものであると薄う々すうす感じていたためである。そのためフィンドゥイラスの心は曇りがちになった。それを見たトゥーリンは、グウィンドールのアングバンドに対する発言で、 彼女が恐れをなしたのだろうと勘違いした。トゥーリンはフィンドゥイラスにグウィンドールの言葉を恐れないよう、モルゴスの手のものは皆撃退してみせると励ましたが、それにフィンドゥイラスはナルゴスロンドが失われないか、トゥーリンの出陣の度に胸が重くなるとだけ答えた。この頃トゥーリンは彼に対するグウィンドールの友愛が消え始めているのを感じ取っていた。 そしてアングバンドで受けた苦しみから癒されつつあったのに、また、悲哀の中へと戻ってしまったように見えるを不思議に感じた。そこで彼はおそらく王の会議で、彼の発言に自分が反対ばかりしており、王も自分の発言を重視するようになったからだろうと考えた。ただ、それでもトゥーリンの方は、考えの違いはともかく、グウィンドールに対して、友愛の念は変わらなかったし、 アングバンドでの一件から深く彼を憐れんでいた。そこで彼はグウィンドールに励ましの言葉をかけたが、彼はトゥーリンを見つめ何も言わなかった。そこでトゥーリンはなぜそのように見るのか尋ねた上で、自分がグウィンドールの助言に反対したのは確かだが、男として自分の真理は曲げられないといった意を伝え、だが自分は彼に対する恩義は忘れてはいないとも付け加えた。 グウィンドールはそれに応えて、トゥーリンは忘れてはいないというが、彼の行為と助言で、自分の故郷と同胞は変わりつつあることと、彼の影が皆を覆い、彼のせいで自分はすべてを失ったと言った。トゥーリンにはその答えがよくわからなかったが、王に徴用されるようになった自分を妬んでいるのだろうと推測した。ある時、グウィンドールは安全としてフィンドゥイラスに行った。自分は、 今でも彼女を愛しているが、彼女はそれに囚われることなく、自らの愛の導くところへ行かれよ、と。しかし用心するべきであるとも言った。イルーバタールの長子と自子の間で縁組みをするのは賢明ではない。彼らの命は短く、すぐにこの世を去ることになる上、ベレンとルーシエンのような例外は、そうそうあるものでもなく、また、トゥーリンは、ベレンではないと。そしてグウィンドールは、 彼の真の名を、フーリンの息子トゥーリンであることを告げ、フーリンとその一家には、モルゴス・はウグリアの呪いが下されていると警告した。それに対してフィンドゥイラスは今でも、グインドールのことは愛しているものの、より大きな愛、トゥーリンに囚われてしまったことを告げると同時に、トゥーリンは自分を愛してはいないし、愛そうという気にもならないだろうと答えた。そこで、グインドールはならば、なぜトゥーリンは、 フィンドゥイラスを探し求めるのかと問いかけるが、それには彼も慰めを必要としているからだと彼女は答える。そして三人の中に不実なものがいるのならそれは自分であるとも告げた。その後、トゥーリンはグウィンドールとフィンドゥイラスの間で何が起きたかも知らずに彼女が憂いを帯びた表情を見せていたため、より一層優しくなった。が、彼女は彼に言った。なぜ自分から 本当の名前を隠すのか、彼の蘇生を知れば、尊敬の念は増し、より深く彼を理解できたであろうにと伝えた。そして彼女は彼の真の名を知ったことを告げる。これを聞いたトゥーリンは、激怒して、グインドールに詰め寄った。なぜ自分の本当の名を漏らしたのか、自分の運命を呼び出したのか、それから隠れようと自分はしているのに、と。グインドールはそれに、運命は、 トゥーリン自身の中にあり、名前にあるわけではないと答えた。モルメギルが、本当は、フーリンサリオンの息子トゥーリンであることがオロドレスの耳に入ると、彼はトゥーリンを大いに礼遇した。そしてますます王から徴用されるようになった。トゥーリンは、ナルゴスロンドのエルフたちの戦い方、秘密の中に行動するといった戦術を好まず、堂々とした合戦をしきりに懐かしんだ。そして、 王の会議でたびたびそれを提案し、ついにそれが通ってしまい、ナルゴスロンドは恩蜜りに戦うことを止め、フィンドドの縄文からナログの川に大橋をかけ、堂々と進軍していくようになった。グインドールはこれを無謀だと言って反対したのだが、彼の言葉に耳を貸すものはもう早いなかった。そしてナルゴスロンドの軍はアングバンドの軍を打ちまかし、モルゴスの召使いどもは、 ナログ川とシリオンの川に挟まれた全域から追い出された。モルメギルの武軍はさらに名高いものとなった。しかしこれによってついにナルゴスロンドの所在がモルゴスに知られてしまい、彼の次のターゲットとなるのである。ナルゴスロンドの軍勢のためにモルゴス軍が一旦、退いた時、モルウェント、ニエノールは、この猶予期間にようやくドルイコールローを離れ、長旅を経て、 ドリアスにまでやってきた。しかし彼女は落胆した。すでにトゥーリンはそこにはいなかったからである。またドルイコールクーアルソルが滅びて、以来、竜の兜の噂も絶えて久しかった。しかし、シンゴル王は、モルウェン母子を品格としてもてなした。その頃、ナルゴスロンドニゲルミアとアルミナスという二人のエルフがやってきた。彼らは、キー・アダンの元から派遣され、 水の王ウルモから刑事を受け、ナルゴスロンドに最悪が迫っていると告げた。エレド・エスリンの山麓とシリオンの山道を探索したが、モルゴスの軍勢がさ、ウロンの島に集結していると話した。トゥーリンはそのことならもうすでに危機を読んでいると答えた。しかし、使者たちは水の王の刑事を述べた。北方の邪悪なる者がシリオンの水源を汚したこと、ウルモの力は流れる。 水の上流から退くこと、ナルゴスロンドの縄文を閉ざし外には出ないこと、誇りである大橋は叩き壊して、ナログの川に落とせと。オロドレスはばらたるウルモの言葉に心を乱れたが、トゥーリンはこれに一切耳を貸さず、二人の死者を存在に扱った。その扱いたるや死者たちが彼は本当に、ハドル家の人間なのかと疑わずにはいられなかったほどで、あった。 今やトゥーリンはそれだけ自尊心の高い人間となっており、石の端を叩き壊すなどということは論外であった。それから間もなくブレシルが多くの軍に襲われ、ハンディア王が殺された。ブレシルの人間たちは敗北し森の中へ敗走した。そしてついに、モルゴスは集結させていた大軍を、ナログ地方に向けて解き放った。 ウルローキのグラウルングもアンファウグリスを越えてやってきた。彼は、シリオンの谷間を通過すると、エイセルイブリンを汚し、ついでナルゴスロンドの領土に入り込みナログの川と、テーグリンの川に挟まれた平原を焼き尽くしたのである。対して、ナルゴスロンドの兵士たちは勇ましく出陣していき、そのヒトゥーリンは久々に、竜の兜を被った。彼とオロドレソウが、機襲を並べて進むと、 兵士たちの指揮は嫌ました。しかしモルゴスの軍勢は偵察隊の報告よりも、はるかに多く、その上、大流、グラウルングがいた。竜の兜に守られたトゥーリンを除いて、グラウルングの接近に耐えられる者は一人もいなかった。エルフたちは退けられ、ギングリスとナロクの二つに川に挟まれたトゥムハラドに追い詰められ、その合戦で敗北を喫した。おう オロドレスは最前線で打ち死にを遂げ、ウインドールは致命傷を負った。トゥーリンが彼を助けに来たため、カブットへの恐怖から敵は逃げ去った。彼はグインドールを助けつつ戦場から抜け出した。そこでグインドールは前に自分がトゥーリンを助けたことの逆になったと言いつつも、自分は猛進で中津国を去らねばならないから無駄なことだと言った。そして、 トゥーリンをあの人助けたことが不運で恨めしく思われると話した。それがなければ彼は愛と名脈を保っていたであろうし、ナルゴスロンドもまだ存続し得たから、と。そこで自分はもう見捨てて急ぎナルゴスロンドへ向かう、ようトゥーリンに行った。死を前にした予見の力からか、フィンドゥイラスのみがトゥーリンをモルゴスの呪いから救い出せると彼に伝えは彼を告げた。 トゥーリンはナルゴスロンドへと急行したが、多くの軍勢とグラウルングは彼に先んじており、トゥーリンが到着した時にはすでにナルゴスロンドは略奪されていた。縄文前に架けられた大橋を渡って、ナログの深い川をいいと渡ることができたからである。トゥーリンの提案した石の橋は、味方にとって今や災いとなってしまった。殺害を免れたエルフの婦女子たちは、 モルゴスのもとへ奴隷として連れて行かれるため、縄文前のテラスに集められていた。トゥーリンは敵をなぎ倒し剣を振るいながら、囚われた女性たちの方へと進んでいった。ちょうどその時グラウルングが縄文から姿を現した。彼は、トゥーリンとその竜の兜を認めると、よくぞやってきたなと声をかけた。そして、グラウルング自身その竜の兜の魔力を恐れていたため、 トゥーリンからその守りを取り去ろうと試みた。竜は彼をあざけりつつ、彼を自分の従者であり、家来であると呼んだ。なぜならば自分を模した飾りを取り付けた兜を身に帯びているからだ、と言って挑発した。トゥーリンはそれに応えて、よまいごとを、この竜の飾りはお前をあざけって作られたものだと返し、さらにこの兜を帯びたものが、 自分に滅びをもたらすのではないかと恐れ続けることになるだろうと煽った。しかしグラウルングはそれなら今目の前にいるものではなく別の名のものを待つことになるなと答え自分はプーリンの息子トゥーリンを恐れてはいない奴は顔をさらして自分を見ることもできやしない臆病者だと嘲笑した。竜の恐怖は凄まじかったためそれまでトゥーリンは兜の綿棒を下げて 彼の目を見ないよう注意していたのだが、自尊心から、愚かにも、この長老に乗ってしまい、綿棒を跳ね上げ竜の目を直視してしまった。すると彼は、竜の目の魔力のため、金縛りとなってしまった。そしてグラウルングは彼をあざけるとともにことほぎを吐きかけ、お前の母と妹は、ドルイコールローで惨めな生活を送っているぞと嘘を吹き込んだ。その間に、 多くたちは捕らえたエルフ女たちを連れて行った。その中にはフィンドゥイラスもいて、彼女は必死にトゥーリンに呼びかけたが、竜の呪縛下にある彼には届かなかった。そして竜は呪縛を解くと、身内のところへ急ぐよう生やし立てた。竜のことほぎの影響下にある、彼はフィンドゥイラスの呼ぶ恋にも耳を貸さず、ドルイコールローへの道を急いで行った。グラウルングは怖高に笑った。 シュモルゴスに命じられた仕事を果たしたからである。それから大橋を叩き壊してナログ側に沈めると、フィンの土ゾウの財宝をことごとく集めて、奥の広間に積み上げ、その上でトグロを巻いた。トゥーリンは、ドルイコールローまで休むことなく、歩き続けた。今や、ドルイコールローは、遠いの支配下にあり、彼は、用心深く、頭巾を深くかぶり歩いた。 そして目指す風林の館についにたどり着いた。だが、モルウェンはすでに去り、今や、遠いのブロッダがその屋敷を略奪した後で、そこは廃屋となって人っ子一人いなかった。ブロッダの屋敷は、風林の屋敷のすぐ側に立っており、彼はそこへおき人よの宿を借りた。ブロッダの妻アイリンによってそれは与えられた。彼はそこで、昔の使用人と運よく出会うことができ、 一橋外に出て、モルウェンもニエノールも、すでにここにはいないこと、その行き先はアイリンしか知らないと教えられた。そこで、トゥーリンは、ブロッタの屋敷内にずかずかと入り込むと、自分は、アイリンの縁者であるとブロッタに告げた。そして、アイリンに、母と妹のことを聞いたが、立ち去ったとしかアイリンは答えられなかった。そこで酒と憤怒で真っ赤になったブロッタが、 死にたくなければとっとと出ていけと脅しをかけたが、トゥーリンは黒の剣を抜け放ち、ブロッダーに突きつけて、アイリンに真実を言うよう迫った。そこで、モルウェンの館は、ブロッダーに荒らされ、彼女は一年以上も前に、ドリアスへ立ったこと、モルウェンはドリアスにいる、はずの息子と会う予定であったことを告げた。しかし目の前にいる、トゥーリンが、モルウェンの息子なら、一切が歪んでしまったようだと言った。 これを聞いて、トゥーリンは狂気に侵されたごとくわらった。グラウルングのことホギが溶けて、図られたことが分かったからである。不意に、どす黒い怒りに囚われた、彼は、ブロッダを投げつけ、投げ落とされた、彼は、頸骨が折れて死んだ。そして客として来ていた、他の遠い三人を切り捨てたところで、他のアズマエビスたちが向かってきたが、メシ使いとされていた多くのドルイコールローの民たちが、 彼の救助に向かい、双方で戦いとなり、多数の犠牲者が出たものの、その場にいたアズマエビスは一人残らず、殺された。トゥーリンの昔の使用人も致命傷を負い、彼に別れを告げると生きたえた。そして、アイリンはトゥーリンに急いで出発するよう促した。彼が一族に死と破壊を運んできたからである。アズマエビスたちは速やかに復讐に来るであろう。彼女はトゥーリンに、 彼が起こした事態を自分が引き受けねばならないこと、それと彼の短慮な行いを咎めた。それに、トゥーリンは、おばじの心は、弱いと答えると、モルウェンの元まで連れて行こうと申し出たが、彼女は拒否した。そして再び早く逃げるよう進めた。トゥーリンは何人かの仲間と共にブロッタの館を、抜け出すと、遠いの山がりを逃れて、遠くまでやってきた。その時遥か遠くに、 火の手が見えた。アイリンが館に火を放って自害したのである。それを見たトゥーリンに、仲間はアイリンは、決して弱くなかったこと、辛抱強く、ドルイコールローの生き残りにできることをしてくれていた、ことを告げる。そして一行は、山中の隠れ家までたどり着き、備蓄されていた食料をトゥーリンに手渡すと、シリオンの谷前と南下する下り道で別れた。今やトゥーリンが来たことで、 ドルイコールローの生き残りは狩られる身となったからである。トゥーリンは生まれ故郷を去り苦い思いを懐いてシリオンへと下っていった。彼が戻ったがゆえに生き残っていた同胞にさらに大きな苦しみを与える羽目になったからであった。唯一の慰めは黒の剣が南方で振るわれていた頃、そのためにモルウェント・ニエノールが ドリアスに脱出する猶予ができたのだ、ということであった。トゥーリンは二人はこのまま、シンゴル夫妻に預かってもらおう。あそこなら、安全だし、自分は行く先々に影を投げかける人間なのだからと、一人ごちると、彼はドリアスには向かわず、おそまきながら、フィンドゥイラスを探すことにした。彼は、用心深くフィンドゥイラスを探し求めた。北に続く、 シリオンの賛同で多くたちを待ち伏せしようとも試みたがすべて無駄な努力であった。そんな最中テーグリンの川を南に下っていたトゥーリンはブレシルの森のハレスの一族と遭遇した。彼らは多くとの戦いの最中で包囲されていた。多くの方が数が勝っていたため彼らが助かる見込みはほとんどなさそうだった。そこでトゥーリンは 大人数の伏兵がいるように見せかけて、オークたちを襲った。オークたちはさんを乱して逃げ出した。トゥーリンのグアサングはそれだけ恐れられていたからである。そこでハレスの族は構成に出て、トゥーリンと共にオークたちをほとんど撃ち取った。その水際だった腕前を見た、ハレスの族は、トゥーリンにぜひとも住まいを共にしてほしいと頼み込んだ。しかし彼は、 ナルゴスロンドの姫君を探しているのでそれはできないと断った。すると彼らは痛ましげに彼を見つめ、ドルラスという男が、もう彼女を探す必要はないと告げた。理由を尋ねる、トゥーリンに多くの軍勢が捕虜を引き連れ、テーグリンの渡り瀬を通過しようとしたところを、彼女たちを救出するために、ブレシルの男たちが待ち伏せを仕掛けた際に、 多くどもは卑怯にも、捕虜の女たちを皆殺しにしたと答えた。そしてオロドレスの娘フィンドゥイラスは、槍で木に張り付けにされたとも付け加えた。トゥーリンは衝撃を受け、なぜそれが姫と分かったとだけ尋ねた。ドルラスは、姫が池を引き取る前に、モルメギル、フィンドゥイラスはここにいる、と、モルメギルに伝えて、そう言い残すと彼女はこと切れたと答えた。そこで彼らはその場所、 テーグリンのアゼに使おうを気づき姫を葬った。それからすでに一月を経ていた。トゥーリンは自分をそこへ連れて行ってくれるよう頼んだ。そのため彼らは姫が葬られた使いと彼を案内した。トゥーリンはそこで悲しみのあまり倒れ不思議を失った。その時ドルラスは彼の持っていた黒の剣とナルゴスロンドの姫君を探していたという彼のよ向きからこの男こそモルメギル。 すなわち、プーリンの息子トゥーリンであると気づいた。それゆえ彼らは、トゥーリンを担ぎ、彼らの住処へと運んでいった。その頃、ハレスの族は繰り返される戦闘で、その数を大きく減らしていたため、ブレシルの森深くに住処を築いていた。ハンディアの息子ブランディアが属長となり統治していたが、彼は幼い頃より、足が不自由であったため、無人ではなく、代わりに、 癒しの術を身につけていた。ブランディアは担ぎ込まれたトゥーリンを見て、不吉な思いにとらわれたが、それでも彼を自分の家に引き取って癒した。春が巡り来た頃、トゥーリンはようやく元気を取り戻し、病床から起き上がれるようになった。彼は自分の所業と過去を思い、その暗い影と縁を切り、ここで平和に暮らそうと思った。名前と絆を断ち切ることで、それができると考えた。 そこで彼は今までの名をすべて捨て去り、自らをトゥランバールと名付けた。空縁屋で運命の支配者の意である。そして他の者たちに自分をブレシルの人間と思ってほしいことと、他にあった名前はもう忘れてくれるよう頼み込んだ。とはいえ、名前を変えたからといって性格まで変わるわけでもなく、モルゴスに対する恨みは忘れられなかったため、 彼は志を同じくする仲間と時々多く退治に出かけた。だがこれはブランディアの気に召さなかった。彼は隠れ潜むことによって斧が民の存続を図っていたからである。トゥーリンはトゥランワールの新たな武勇がブレシルに復讐を招くようなことがないよう気をつけるため黒の剣と竜の兜をしまい込み弓矢と槍を使って戦った。しかし彼はフィンドイラスの眠る塚。 今や、ハウズ・ウェン・エルと名付けた地に、多くが近づくようなことは断じてさせなかった。一方その頃、モルウェンとその娘、ニエノールはドリアスで、シンゴル王とヒメリアンの庇護のもと、安全に暮らしていた。だがそんな時ナルゴスロンドからの知らせが、ドリアスに達した。トゥムハラドの合戦で生き残った者たちが、シンゴルのもとへと避難してきたからである。彼らの言うことは様々であったが、 黒の剣がドルイコールローの風林の息子トゥーリンだということだけは一致していた。これを聞いたモルウェン母子の悲しみは大きかった。モルウェンはこのようなギネを抱かせることこそまさにモルゴスの仕業であり、真実を知ることもままならないのかと嘆いたがトゥムハラドの合戦で彼が竜の兜を身に帯びていたことを聞くと真実だと悟りいても立ってもいられず、 メリアンの忠告にも耳を貸さずに、我が子を探すためにドリアスを立った。ただ娘のニエノールにはドリアスに残るよう言いつけた。シンボルは、マブルングをはじめとした一体を呼び集め、モルウェンを追い、彼女を警護するよう、そして可能なら、連れ戻すよう申し付けた。マブルング一体は、シリオン側の傍らで、彼女に追いつき、帰る意思はないかとおったが、モルウェンは、物狂いのようになって、 それを跳ねつけた。そのため仕方なく、共に川を渡ったが、その時に、彼女の娘、ニエノールも一行に紛れ込んでいたことが露見した。モルウェーンは、即刻戻るよう命じたが、彼女は従わなかった。実のところニエノールは、トゥーリンを探そうと思ったわけではなく、自分が、母親の行くところについて行くということで、娘にも危険が降りかかる恐れが生じることを暗示させ、できれば、 モルウェンをドリアスに引き戻そうと考えたのである。しかしモルウェンはその自尊心ゆえに戻ることを拒否し、ついてくるよう娘に言った。マブルングはそれに呆れつつも、欧米ゆえに、彼女らを警護せざるを得なかった。こうして、モルウェン一行は三日間進み続けてナログ川の東方にまで近づいた。そこで、マブルングは、アモンエシアという山にモルウェン母こと護衛騎士を残し、 自らは偵察隊を率いておんみ密りになるゴスロンドの方へ近づいていった。しかしグラウルングは、とうに、彼らの接近に気づいていた。竜の目は、遠目の大きくエルフのそれを上回り、アモンエーシア山頂に幾人かが残っていることまで見抜いていた。マブルングたちがナログ川の激流を渡れるところを探している最中に、突如、グラウルングは、撃って出た。竜は、 ナログの流れに身を浸したためあたりはたちまち蒸気で包まれ、マブルングたちは猛になるほどの蒸気と竜の悪臭に、たまらず、ほとんどのものがアモンエシアの方角へ逃げ出した。だが、マブルングは豪坦であったため、グラウルングがナログ側を乗り越えた際に、脇に尻ぞき隠れてその場に止まった。彼は、トゥーリンに関しての事実を集めよとの応命も受けていたので、グラウルングが去ったら、 すぐさまナルゴスロンドの王宮内を探索しようと決意した。ナログ川を渡ったグラウルングはそのまま東へと進んだ。竜の来襲に気づいた護衛騎士たちは慌ててモレウエン母子を連れて東へ全速力で逃げ戻ろうとした。しかし竜が起こした蒸気と悪臭が風に乗ってアモンエシアに到達し彼らを包み込んだため馬たちが混乱して制御できなくなり。 点でバラバラに逃げ出す羽目になってしまい、そのため、モルウェンが、娘の名を叫びながら、霧の中に消えていっても何もできなかった。以後彼女は、行方知れずとなる。しかし娘の方は、落馬したものの幸い無傷で済んだ。彼女はそこで考え、アモンエシア山頂に戻るのが、賢明だと思われた。いずれマブルングたちが戻ってくるだろうと考えたからで、ある。 彼女は周期と濃霧の中、山の方へ見当をつけて登り始めた。そのうちにようやく霧も薄れ明るい日光の中、頂きにつくことができた。そして正方を見ると、目の前にグラウルングの巨大な頭があった。ちょうど竜は反対側から這い登ってきていたのである。そして彼女は竜の邪眼を見てしまった。彼女はハドル家の血を引く強い意志の持ち主であったため、 しばらくの間、竜に抗った。しかしグラウルングは、持てる力を発揮し、彼女の目的と蘇生等を知った。竜は笑うとその邪志の魔力で、彼女の心を闇で覆い、そして暴却の呪いをかけた。そのため彼女は意志を奪われ、自分が何者かさえもわからなくなり、身動きすることもできなくなってしまった。そうするとグラウルングは、満足したように己の巣へと戻っていった。 一方、マブルングは、このカンフィンロードの館を探索していたのだが、竜の戻ってくる気配に気づくと、すぐようそこから撤退した。しかし、途中で竜のあざけりと、ニエノールがどうなったかを聞かされて、急いでアモンエシア山頂へ向かった。そこには、様子のおかしくなったニエノールが一人佇んでいた。彼女は、何の反応もせず、手を引けばただおとなしくついてくるだけであった。マブルングは、 この探索業の結果にへそを噛む思いで山を降りていった。ドリアスへと戻る途中、マブルングの仲間だった三人が二人を見つけ、一行はノロノロと進みようやくドリアスの国境付近にまで来た。そこで一行は疲れから眠り込んでしまった。そこを折りやしく多くの一体に襲われた。多くたちは北方の暗黒の力が増大するにつれ、最近では ドリアスの教会近くをも徘徊するようになっていたので、ある。多くのおぞましい声に、ニエノールは目を覚まし、恐怖に駆られて逃げ出した。多くどもは彼女を追ったが、目が覚めたエルフたちも追いかけ、多くたちと戦闘になった。そして残らず多くを切って捨てた後、ニエノールを探したが彼女はもはや見つからなかった。その頃、トゥランバールことトゥーリンは、数人の仲間と共に、多く退治に出かけた。 その帰りに南方から稲妻と豪雨を伴った嵐がやってきたので、彼らはテーグリンの渡り瀬を使って近くの宿場へと道を急いだ。その時稲妻の先光に照らし出され、フィンドゥイラスの塚の上に横たわる乙女の亡霊らしきものが見えたため、トゥーリンは思わず震えをののいた。しかし仲間たちが駆け寄ってみると、それは人間の娘でまだ息があった。 彼らは彼女を担ぎ上げ、トゥーリンは自分のマントを彼女に着せかけて自分たちの小屋まで連れて行った。そこで彼女を解放すると彼女は意識を取り戻した。彼女の視線はさまようように彼らに向けられていたが、トゥーリンを目に留めると表情に光が差し、彼女の心は安らぎを覚えた。彼女は彼から離れたくないと思った。そしてトゥーリンは彼女に食べ物を与え、 彼女が食べ終えると、子祖生やどうして、あそこにいたのかなどといろいろ尋ねた。だがそれらに彼女は何も答えられず、さめざめと泣いた。そこで彼は無理にそれ以上問い詰めるようなことはせず、彼女を仮の名前として、ニーニエルと呼んだ。イゴブレシルの民から彼女はそう呼ばれることとなる。翌日、彼らは彼女を伴って、彼らの住みかであるエフェルグランディアへと向かった。 しかしその途上、ニーニエルが怒りにかかったように震え出し、高熱を発した。彼らが住処に到着するとそこで彼女は長い言と病の床につくこととなった。その間に彼女は、ブレシルの夫人から言葉を習い覚え、ブランディアの癒しの術により回遊した。しかしハウズエンエルの塚の上にいたことや、それ以前のことは何も思い出すことができなかった。ブランディアは彼女にものを教えるため、 二人で森を歩くことが多くなり、次第に彼女に惹かれていったが、彼女の心は常にトゥランバールに向けられていた。やがてトゥーリンもニーニエルを何からず思っていたので、向けられる行為に応えるようになっていった。この頃ブレシルの民たちは多くに悩まされることがなくなってきていたので、トゥーリンも戦いには行かずその平和を享受しているうちに、ニーニエルに結婚を申し入れた。 しかしニーニエルは彼を愛しているにもかかわらず、この時はその申し入れを一旦断った。というのもブランディアが引き止めたからであった。それは決して恋のライバルとしての妬みからではなく、何とも言えぬ不吉な予感がしたからであった。そして彼は、ドランバールと名乗っているが、真の名は、フーリンの息子トゥーリンであると明かした。なぜかその名を聞いた時、彼女の面には影が差した。 トゥーリンは振られるとは思っていなかったので、意気消沈したが、彼女から、ブランディアに待つよう忠告を受けたからだと聞くと不愉快になった。しかし翌年の春トゥーリンは再度求婚し、もし受け入れられねば自分はここを去り、荒野の戦いに戻ると断言した。彼女はついに受け入れ婚約し、月子の当日に式を挙げた。ブレシルの民は二人のために美しい家を建てて送った。二人は、 幸せのうちに、そこに住んだ。だが、ブランディアは苦しみ、彼の心は影に覆われた。トゥーリンがブレシルに来て3年の後、ナルゴスロンド王国全域を支配下に置いたグラウルング、は、竜王のごとく振る舞い、多くを召集するとブレシルへの攻撃を開始した。グラウルングの主たる、モルゴスは、エダイン三王家の最後の一つが、未だブレシルに泊まっていることを知っていたからである。 モルゴスが彼らの存在を見逃すはずがなかった。結局ブランディアの隠れ悲惨で民を存続させるという考えは所詮無駄なあがきであった。しかし多くたちが来襲した際、トゥーリンは戦には出なかった。ニーニエルの懇願に負けたからであった。彼は本拠地が攻撃された時のみ出陣すると彼女に約束していたからである。だが、今回の多くの来襲は今までと違い。 ブレシル攻略を目的としたものだったから、ドルラスや彼の仲間は苦戦した。そこで、ドルラスたちは、トランバールに対して、ブレシルの民の一人であるなら、多くと戦うべきであると非難した。やむなくトゥーリンは、グアサングを取り出すと、ブレシルの男たちを大勢引いて、多くとも完全に敗北せしめた。生き残った少数がナルゴスロンドに帰り着き、グラウルングに、ことの次第を報告した。 竜はそれを聞いて激怒したが、黒の剣がブレシルにいるという多くの報告について、つらつらと考え、しばらく伏したまま動かなかった。その年の冬は平和のうちに過ぎ、トランバールの武勇を皆なたた,えた。しかし、トゥーリンは座して、シアンにふけった。今や黒の剣の所在は、明らかとなった。これが吉と出るか京と出るか、試練の時である。真に、 トゥランバール、運命の支配者となって、定めに打ち勝つか、それとも敗れるか。いずれにせよグラウルングは殺す。彼は決意した。己の運命に逃げず立ち向かうことを。翌年の春にイニエルは見ごもった。その頃、エフェルブランディアに、ナルゴスロンドから、グラウルングが出撃した、という噂がもたらされた。トゥーリンは偵察隊を送り出した。今や、ハレスの族は、 彼の差配に従い、ブランディアに注意を払う者は、ほとんどいなかった。夏が近づく頃、竜は、ブレシルの国境近くで横たわり、住民たちに強行をもたらした。グラウルングは、北のアングバンドへ帰るのではなく、ブレシルを襲うつもりでいることが明らかであったからである。だが、死者の報告で、グラウルングが、ナルゴスロンドからこちらへ向かって一直線に進んで、来ていることを聞くと、 トゥーリンの心に望みが生じた。もしこのまままっすぐにブレシル目指して竜が進むのなら、途中にある深い峡谷を越えなければならないからである。トゥランバールは、ブレシルの民に、全軍でこの竜に当たっても勝ち目はないこと、必要なのは、高知と幸運と少人数の腕利きだけだと述べ、他の者たちには最悪の状況、竜にこの地が蹂躙されるのに備えて、避難の準備をするよう言った。 不安に惑う、民たちに、トゥーリンは、グラウルングが、アザガールの一撃で逃げ帰った孤児を引き合いに出し、彼はこれからグアサングを持って、全力で竜の腹を狙うことを告げた。グアサングを引き抜き、高く掲げたトゥランバールは、ブレシルの黒騎士と呼ばれ、歓声を受けた。そして自分と行動を共にする強者を募った。ドルラスがすぐに前に進み出たが、他に名乗り出る者はいなかった。 そこで、ドルラスは人々を避難し、民の面前で、ブランディアの助言など役に立たぬとあざけりつつ、ハレス家の誉れのために働こうという者はいないのか、と叫んだ。ブランディアはこれに対して、苦い思いを味わいつつも黙って耐えた。だが、ブランディアの身内である、フンソールが、ドルラスを叱責し、ブランディアにハレス家のために自分が彼の代わりに行くと、言った。 トゥーリンは三人で十分だろうと言いつつ、自分は、ブランディアをないがしろにしているわけではなく、彼の賢さと癒しの術は後々必要になるだろう、とフォローした。だがこれらの言葉は、ブランディアの苦い思いを一層強くさせただけであった。彼は、フンソールにトゥランバールと言ってもよいが、許しは与えない。彼の影は、フンソールに顔を呼ぶだろうとだけ言った。それからトゥランバールは、 ニーニエルに別れを告げた。彼女は不安と悲しみで泣き崩れ、彼に取りすがった。しかし、トゥーリンは、自分は決して死なないと彼女に告げ、ドルラスと紛争を伴って出発した。三人は遠くに、竜から立ち上る煙を認める場所まで来た。おろしも、最後の石膏が待っていて竜は、テーグリンの縁まで来ていることを伝えた。それを聞きトゥランバールは喜んだ。竜が迂回して、 テーグリンの渡り瀬に向かっていたなら、望みはついえていたからだ。そして連れてきた二人に向かって、黄昏時になったら、テーグリンに忍び寄り、気取られぬ洋側まで行けたなら、峡谷の底へ降りて、激流を渡り、竜が動く時に通る道に出ると言った。今やアグラウルングは巨体であるゆえに、壁ドインアラスの峡谷を飛び移ろうとしているであろうから、そこを、下から、 竜のとてっぱらを狙うという作戦であった。これを聞き、ドルラスは尻込みした。壁ドエンアラスの峡谷は危険な場所だったからである。胆力のある健脚な男なら日中は渡れるかもしれないが、それを真夜中にとかしようなどとは、この上なく危険なことであった。だが反対しても無駄であった。そして、夕闇が落ちると彼らは行動に移った。 残されたニーニエルは不安のあまり、このまま座して待つ気にはなれず、結果を見届けるためトゥランバールの後を追った。そしてブレシルの民の多くも彼女に賛同し、彼女と共に出発していった。ブランディアは無謀であると言って止めたが、一段は聞き入れなかった。このため怒った、彼は、両主の地位を放棄し、トゥランバールを後釜に据えるがいいと言って、自分を死がにもかけなかった民への愛情を捨て去った。 そしてニーニエルへの愛のためだけに松葉杖と、とったに刺さる剣を腰に彼女たちの後を追ったが足が不自由な彼は一段から遥かに遅れてしまった。辺りが闇の帳に覆われた頃、ついにトゥーリニッコーは壁ドエンアラスに到達し激流の流れる音が他の音を消し去ってくれることを期待して峡谷を這い降りてそこに到着した。だがそこでドルラスの心はひるんだ。 テーグリンの川は激流であり、しかも川には大きな石や岩が突き出していたからだ。それでもトゥーリンは先頭に立って進み、ついにこの流れを渡り切った。続いて、フンソールも渡り切った。彼は、ハレスの族の中でも武勇において神母に落ちないものだったからである。しかしドルラスは渡ることができず、引き返して森に隠れ潜んだ。テーグリンを渡り切った二人は、ドルラスに構わず、 グラウルングの寝ている場所に向かって北上する道を探り始めた。峡谷は暗く狭くなり、手探りで進む中、二人はついに髪型に火のちらつきを見つけると同時に、竜の巨大ないびきを聞いた。そこで崖っぷちに近づくため、闇の中手探りで登り始めた。竜の腹を狙うためである。その時大きな音が死峡谷にこだました。グラウルングが眠りから覚め、 ついに動き始めたのである。ブレジルを襲撃するために。だが、ことは、トゥーリンの思い通りに運んでいた。竜は火を吐きながら、まず頭の部分を強国に渡し、その鍵詰めで向こう岸になる崖をしっかり掴むと、ついでその長い体を向こう側に引きずり始めたからで、ある。二人は大胆かつ迅速に動く必要に迫られた。というのも、竜の吐く炎は、免れたものの、 グラウルングの進路からは、逸れたところにいたため、竜の真下まで急いで崖を横断しなければならなく、なったからである。危険も顧みず、トゥーリンはよじ登って、竜の真下まで行こうとしたが、その熱と悪臭に、足がよろめき、崖から落ちそうになった。しかし後に続く、紛争ルが彼の腕を掴んで落下を防いでくれた。トゥーリンは思わず、大した弾力の持ち主だと彼を称賛し、 彼をパートナーにしたことが幸いしたと言った。その直後に大岩が崩れ落ちてきて、紛争量を直撃し彼は水中へと落ちていった。これが彼の最後であった。トゥーリンは自分に投げかけられた影が、新たな犠牲者を生んだことを嘆きつつも、一人流に立ち向かうことを決心した。彼は持てる限りの意志と力を振い起こし、そして竜とその主への憎しみから、 グラウルングが峡谷を渡り終える前に崖の横断に成功し竜の真下まで来た。その時ちょうど竜の体の中央部が上を通り過ぎようとしているところだった。その巨体は重さのあまりトゥーリンの頭上スレスレまでたわんでいた。そこでトゥーリンは黒の剣を引き抜くと竜の腹に柄まで通れとばかりに深く差し貫いた。グラウルングはその致命的な一撃に 絶叫を発した。竜が断末魔の苦しみにのたうった際、トゥーリンの手からグアサングはもぎ取られた。竜は苦しみのあまり向こう岸にまでその体を投じ、もだえ方向を上げると、そのクモから暴れ回り、周囲をと巨体で破壊すると、ようやく煙と焦土の中に長くなってピクリとも動かなくなった。トゥーリンは、 すさまじい疲労を覚えたが、はうように再度溶かすると、元北崖をよじ登った。そして、竜の断末魔の場に来ると、ついに仕留めた旧敵を、つくづくと、打ち眺めた。そこで彼は竜に近寄ると、腹に足をかけ、グアサングの柄を握り引き抜こうと力を入れた。その際にナルゴスロンドの縄文前で、彼を長老したグラウルングの言葉をもじって、竜をあざけると同時に、 別の名のものを待つ必要はなかったなとも下げすんだ。そして彼は剣を引き抜いたが、その時竜から吹き出した黒血が、その毒で彼の手を焼き、痛みに思わず彼は声を上げた。そこへ、まだ死んでいなかったグラウルングがジャガンを見開き、トゥーリンを凝視したため、彼は意識を失って、死んだように竜の側に打ち倒れた。グラウルングの断末魔の叫びは、 ニーニエルたち一行の元にまで響いた。そこで皆恐怖し、龍が襲撃者を打ちのめし、勝利を収めたのではないかと疑った。しかしその場からあえて動くようなことはしなかった。というのも、グラウルングが勝利したならばブレシルの拠点、エフェル・ブランディアへと向かうだろうと聞いていたからである。そこで彼らは竜の気配を伺っていたが、様子を探りに行くほどの功の者はいなかった。 ニーニエルは、グラウルングの声を聞くと同時に、心が闇で覆われた闇を震わせるだけだった。そこへ、ブランディアがやってきた。彼はようやく一段に追いついたのである。その場で、リュウが川を渡ったことと、ブレシルの黒いトゲと他の二人は死んだのだろう。という話を聞いた。彼は、ニーニエルを憐れんだ。だがふと、黒の剣は死んだがニーニエルは生きている。そしてリュウは、 ブレシルの拠点へと行ってしまっただろうと考え、彼はその間にニーニエルを連れて共に逃げ出そうとした。自分をお下げ済んだ民のことはどうでもよかった。そこで彼女の手を取るとテーグリンの渡り背に続く道を下っていった。その時彼女は立ち止まりどこへ行くのか尋ねた。ブランディアは竜から逃げるために遠くへ一緒に逃げるのだと答えたが彼女は 夫のもとへ連れて行くのだとばかり思っていた。自分は夫を探すから、ブランディアは好きなようにすればいいというと、彼を置いて、さっさと竜の溶かした方向へ進んで行った。ブランディアは圧けに取られていたが、一人で行ってはいけないと静止しつつ、慌てて自分も彼女の後を追った。だが彼はその足の不自由さゆえに引き離された。どんどん先を進む彼女は、ハウズエムエルに着いた。 すると、不意に、恐ろしさに襲われ、一声叫ぶと背を向けマントを脱ぎ捨てて、白い衣装を月光にきらめかせながら、川沿いに、南方向へ向けて走り出した。ブランディアは、山腹からその姿を認め、彼女の通る道と出会う方向へと向かった。それでも彼は、まだ彼女に追いつけなかった。そしてニーニエルは、ついにリュウと彼女の夫が横たわっている場所にやって、来たのである。 月は災い,いとした光を投げかけ、あたりを照らしていた。彼女は竜の体と側に倒れている男を目にした。彼女は恐怖も忘れて、最愛の夫であるトランバールのもとへ駆け寄ると必死に声をかけ解放した。だが、答えはなかった。彼女の叫びを聞きつけたブランディアもその場にたどり着いた。しかし彼は動けなかった。というのもニーニエルの声に反応して、 グラウレングがみじろぎしたからである。竜はそのジャガンを彼女に向けると断末間に喘ぎながら言った。また会ったな、プーリンの娘、ニエノールよ、喜ぶがいい、ついに兄弟が相見えたのだからと。そしてここにいるのが彼女の兄トゥーリンに他ならず、様々なまがごとを行く先々でもたらすもので、その中でも最悪の行為は彼女自身が腹の中に感じているであろうと告げた。 こうしてグラウルングは死んだ。ニーニエル、今や、ニエノールは、学然として座り込んだ。竜の死と共に、忘客の呪いが取り払われ、すべての記憶が戻ってきた。彼女は恐怖と苦悩で震えた。それを聞いていた、ブランディアは、恐ろしさのあまり、木にすがりついた。それから、ニエノールは、突如羽を切ると、トゥーリーを見下ろして、別れを告げた。さようなら、二重に愛する。 お方よ、と。そして、彼女は、反響乱になってその場を離れた。ブランディアは待つよう静止したが、彼女はもうすべてが遅いと答えて、彼の前から走り去り、壁ドインアラスの崖の縁に来ると、テーグリンの川に向かって呼ばわった。水が自分を抱きしめてくれるよう、ニエノールニーニエルを海まで運び去ってくれるよう。そうして彼女は、崖から身を投げ、 とどろく激流の中へ消えたのである。ブランディアは恐ろしさのあまりその場を離れた。道中ドルラスと出会い、この男が仲間を見捨て、森に隠れ潜んでいたことを知り激行した。そして黒の剣をそそのかし、竜を呼び寄せ、フンソールの死を招いたのはお前のせいだとなじると、ドルラスを切り殺した。そして、民ンの元へ戻ると、竜とトゥランバールが死んだことを吉報だと述べ、さらに、 ニーニエルも死んだことを伝えた。そして二人が、実は、プーリンの子で兄弟であったことも。そして、ニエノールは川に身投げしてしまったから、プーリンの墓を作ろうと一段はその場を離れた。ニーニエルが走り去るのと同時に、プーリンはみじろぎした。彼女の声が聞こえたような気がしたからである。だが彼は疲労のあまりコンコンと眠り続けていた。そして暁月頃に目を覚ました。 ふトりの毒血で焼かれた手を見やると手当てがしてあった。それなのに地面に置き去りにされていたのが彼には、下せなかった。そして疲れ切った身でグアサングにすがりつつ、元来た道を戻っていった。その時に、彼を埋葬しようとしていた、ブランディア一行と行き合ったのである。人々は彼を見ると驚きを恐れて後じ去った。亡霊ではないかと思ったのである。それに、トゥーリンは、 自分は生きていること、竜は倒したことを言うと、誰かがブランディアを愚か者と呼んだ。彼が偽りの話をしたと思ったのである。しかし、トゥーリンは、毒血で覆った傷の治療をしてくれたのが、ブランディアだと勘違いし、愚か者呼ばわありしたものを叱責した。そして知りたいことはたくさんあるが、まずニーニエルは、どこにいるのかと尋ねた。しかし皆それに答えられず、 ブランディアがここにはいないと答えた。彼女は死んだのだと告げた。それに対して、ブランディアに好意を持たない、ドルラスの妻が、ブランディアは、気が触れているから聞き流せ、と、トゥーリンに言った。トゥーリンの死を吉報だと言ったりしたのだからと付け加え、ニーニエルの話もどこまで本当やらと疑問を呈した。そこで、トゥーリンは、ブランディアに近づくと、自分の死がいい知らせとはどういうことだと詰め寄り。 ニーニエルのことで自分に嫉妬しているのか曲がりやしめと侮辱した。ブランディアの心は怒りの方が憐れみに勝り、ニーニエルは見投げして死んだと言い,い、しかしそれはトゥーリンのせいであり、彼から逃げるため、彼に二度と会わぬためだからだと言った後、彼女がフーリンの娘ニエノールだと明かした。そしてクラウルングの死の間際の言葉を再現してみせ、トゥーリンに対して彼は彼の身内にも、 彼をかくまった者たちにも、顔もたらすものだと言い返した。これを聞いたトゥーリンは、グアサングを握ると残忍な目で、ブランディアを見た。というのもブランディアの言葉に、自分に追いつこうとしている運命の足音を聞いたからで、ある。けれども、彼の心はそれを認めようとはしなかった。ブランディアは、己の死を予感したがひるまずに、自分は死を恐れはしない、愛するニーニエルを探しに行き、 彼女を、再び乱すのだと言った。激怒したトゥーリンは、偽りを吐くお前が乱すものはグラウルングだ。お前の魂の友である長虫と共に、闇の中で朽ちるがいい。と、叫びブランディアを惨殺した。それから彼は走り去ると、ハウズエンエルにたどり着き、フィンドゥイラスの名を呼びよい知恵を授けてくれるよう叫んだ。これからドリアスに向かって、グラウルングの最後の言葉を確認すべきか。 それともどこか戦場に死を求めるべきか、いずれがより顔をもたらすのか、彼にはわからなかったからである。ちょうどそこへ、マブルングが完全武装した一体を引き連れてやってきた。彼らは、ブレシルの黒い棘を目指して、グラウルングが出撃したことを聞き及び、力を貸すためにやってきたのであった。しかし、トゥーリンから竜を倒したことを聞き及ぶと、エルフたちは狂嘆し容いに彼を褒め添やした。 しかし彼はそれに構わず、ドリアスにいる、はずの肉親について尋ねた。エルフたちは答えなかったが、ようやく、マブルングがモルウェン母子に訪れた教運について、話した。こうして、ついに運命が、トゥーリンを捕らえたこと、ブランディアを殺したのは不当なことであったことを、彼は知った。トゥーリンは疲れたように高笑いして、全くひどい冗談だと叫んだ。そしてマブルングたちに、 自分の前からうせろと繰り返すと、ああ、呪われよ、呪われよ、呪われよ。メネグロスも、マブルングたちの用向きも呪われてあれ。と狂気に犯されたごとく、叫び、彼らの前から走り去った。後に残された者たちはあっけに取られたが、マブルングは何か、恐ろしいことが起きたに違いないと考え、トゥーリンを助けるため彼を追いかけた。しかし、トゥーリンは彼らのはるか先を走り、 追いつけなかった。彼は、壁ドエン・アラスにまで来ると、グアサングを引き抜き、剣に向かって問いかけた。グアサング、死の鉄よ何時はいかなる地にもひるまぬであろう。何時、トゥーリン、トランパールを受けるや速やかに我が命を奪うやすると驚くべきことに、黒き剣は答えを返した。しかり、と。何時の命を速やかに奪ってやろう。 闘神から冷たい声が響いた。そこで、トゥーリンは地面に、剣の柄を立て、グアサングの切っ先に身を投じた。黒木剣は、彼の命を奪った。そこへ、マブルングたちがやってきて、竜とトゥーリンの亡骸を目にした。ブレシルの民も来たことで彼らから一部始終を聞き、トゥーリンの狂気と死の原因を知って、驚きに打たれた。やがて、マブルングが悲痛な口調で、自分も、 また運命の網にらわれてしまった。こうして自分の言葉でトゥーリンを死に追いやってしまったのだから、と言った。それから彼らがトゥーリンを担ぎ上げると黒の剣が粉々に砕けているのを見た。エルフと人間は多くの木々を集めると竜のムを焼き灰にした。そしてトゥーリンが倒れていたところに高い塚山を築くと彼をそこに葬った。 グアサングの破片も傍らに埋められた。それらすべてを成し終えるとエルフと人間の詩人が哀悼の歌を歌い、大きな灰色の石を塚山の上に建てた。そこにはドリアスのルーン文字でトゥーリン、トゥランバールダグニアグラウルンがニエノオリニいニエルと刻まれた。しかしその塚山に彼女はいない。テーグリンの激流が彼女をどこかへと運び去ってしまったからである。かくして、 ベレリアンドのすべての物語史の中で、最も長い風林の子らの物語は終わる。風林の方向をこうして、トゥーリン、ドゥランバールは死んだが、モルゴスのハドルの族に対する彼の悪意はまだ、満足していなかった。風林の妻は、気違いとなって、荒野をさまよい、息子と娘は、非合の死を遂げたにもかかわらず、彼はまだ風林に適宜ある仕打ちをしようと考えていた。風林は、 不幸な運命にあった。彼は、モルゴスの呪いの成果を、かの暗黒の王の歪んだ目と耳を通じて、まざまざと見せつけられたからである。そしてモルゴスは、シンゴールとメリアンによってなされたすべてのことに、邪悪な光を投げかけようと努力していた。というのも、彼は二人を憎み恐れていたためである。そして時いたげりと考えた、彼は、フーリンのコラが死んでから一年後、 フーリンを束縛から解放し、どこへでも好きなところに行って良いと告げた。モルゴスはこの行為を、打ちのめされた敵に対しての寛容さによるもののように装ったが、実のところ彼の目的は、フーリンへの、さらなる悪意のためであった。フーリンは、モルゴスの言うことなすことは何であれほとんど、信じなかったが、冥王の嘘に、人潮の恨みを懐きつつ、彼は、悲しみのうちに出発した。 フーリンがアングバンドに囚われていた期間は28年にも、及び解放された時には彼は60歳となっていたが、彼の歌悲しみの重さにもかかわらず、今なお彼の中には強い力が秘められていた。ドリアスの滅亡フーリンがメネグロスを去った後、シンゴルは玉座に雑したままナウグラミーヤを見つめていた。太その時に、これを作り直して、シルマリルをそこにはめ込もう。 という考えが心に浮かんだ。シンゴルは、シルマリルを手に入れてからというもの、時が経つにつれ、彼の思いは絶えずフェアノールの宝玉にらわれるようになっていて、もはやメネグロスの宝物庫に大事にしまうだけでは、飽きたらず、常に身につけていたいという気持ちになっていたからである。そこで彼はこの仕事を、ドワーフの職人に任せることにした。その頃のドワーフたちは、 エレドルインの彼らの都市からベレリアンドに旅をしており、サルン・アスラドでゲリオン川を渡り、そうしてドリアスにまでやってきていた。なぜならば、金属細庫と石膏の腕前にかけては、死んだあるエルフはドワーフには及ばなかったため、メネグロスの宮殿では彼らの号が大いに必要とされたからである。しかし、今ではドワーフたちは昔のように少人数でやってくることはなく、 道中の危険から身を守るために十分に武装した大部隊でやってくるようになっていた。そしてメネグロスにはドワーフ用の居住スペースや工房が用意されていた。ちょうどその時はノグロドの優れたドワーフの工人たちがドリアスにやってきていたのでシンゴルは彼らを召し出し、もしできるのならナウグラミアを作り直してそこにシルマリルをはめ込んでほしいと伝えた。 ドワーフたちは彼らの不層の傑作とフェアノールの宝玉に見入られた。そしてこの二つを我が物とし、自分たちの国に持ち去りたいという強い欲求に駆られた。しかし彼らはそれをお首にも出さず、その仕事を引き受けた。この仕事は長いことかかった。その間、シンゴルは一人でドワーフたちの仕事場を訪れては、絶えずその進捗状況を見守っていた。やがて、ついに、 エルフとドワーフの各作品の中でも最も優れたものがここで一つとなり、この上なく美しい芸術品が世に生み出されたのである。シンゴルは早速これを手に取り首にかけようとした。しかしドワーフたちはその手を抑えると、この首飾りを自分たちに引き渡すよう要求した。彼らはこの首飾りは今はもうないフィンロド・フェラグンド王に対して贈呈されたものであって、 シンゴル王にどうして所有権があるのかと問うてきた。ドルイコールローの風鈴がナルゴスロンドから王のもとへ持ち来たっただけではないかというのである。これに対してシンゴルは彼らの本心を読み取り、シルマリルを斧が手に入れんがために自分たちに都合の良い口実をこじつけ、難癖をつけていることを見抜いた。彼は激怒し自尊心からペレリアンドの上級王たるこの自分に、 ヤひな種族であるドワーフが、よくも、そんなことを要求してのけたなというと、自分は、発育不全の種族であるお前たちの先祖が、目覚めるよりもはるか昔に、クイビエネンのあぜで目覚めたのだぞ、と彼らを無事した。そして、報酬なしで、今すぐに、メネグロスから立ち去るよう命じた。ドワーフたちはシルマリルへの欲望から、王の言葉に激光した蹴り狂った。そして彼らは、 エルフ王を取り囲むと彼を殺めたのである。こうして、ドリアス王、エルウェ・シンゴルロは、メネグロスの地下部くで一人死んだのであった。シンゴルを殺したドワーフたちは、ナウグラミアを奪うと、メネグロスを出て、東に逃れようとした。しかし王を押しした者たちのほとんどが逃れることは、できなかった。王の死の知らせはドリアス中に、すぐに行き渡り、復讐のための追跡部隊が、 ドワーフたちに追いつき、これを殺したからである。ナウグラミーヤは奪い返されて、悲しみに沈む王オオメリアンのもとへと届けられた。しかし追っの追跡を逃れて、エレドルインのノグロドに命からがら帰り着いた者が二人いた。二人は、メネグロスでのことの詳細は語らず、ただ報酬を惜しんだ、エルフ王によって殺された、とだけ報告した。殺された者の身内や仲間たちは、 悲しみのあまり髭をかきむしって泣くと同時に、激しい怒りが心に燃え盛った。彼らは復讐するため、ベレゴストのドワーフたちに援助を行ったが、これは断られ、逆に思いとどまるよう説得されたのだが、ノグロドのドワーフたちはそれには耳を貸さず、復讐のため大軍を組織して、ドリアスに向けて進軍していった。一方その頃、ドリアスでは大きな変化が起こっていた。 オーヒーメリアンは、シンゴルとの別れがさらに大きな別れへとなること、ドリアスの命運はもはや付きようとしていることを知った。というのも、メリアンはもともとはエルフではなく、精霊たるアイヌアの前アールに属するものであって、ただエルウェシンゴルロへの愛のためだけに、エルフの姿をとってこの地に縛られてきたのである。そしてその仮の姿で、アルダに及ぼす力を得て、ルーシエンを生み、 彼女の魔法体によってドリアスは守られてきたのである。しかし今やシンゴルワ死に彼のコンパクはマンドスの館へと去っていた。そして彼の死と共にメリアンは変わってしまい、彼女の守りの力もドリアスの力を失せてしまった。以後メリアンはマブルングを除き、誰とも口を利かなくなり、シルマリルに注意するよう、おっアンドにいる自分の娘とその夫に死球、伝えるよう言い残すと、 中津国から姿を消してしまい、西の海の果てにあるバラールの国に去って行ってしまったのである。こうして、魔法隊の消えたドリアスに、ドワーフの軍勢は、いいと侵入した。彼らはほとんど抵抗を受けなかった。なぜなら、ドワーフ軍は多数で武けしく、対して、死んだあるエルフの指揮官たちは、王と王妃が急にいなくなったため、 不安と絶望で何もできず、うおさをするばかりだったからである。ドワーフたちはそのまま進軍すると、メネグロスに入り、ここに、ジョーコの代でも最も投げかわしいことが起きたのである。ドワーフたちは、多くのシンダールを殺し、シンゴルの宮殿で略奪を欲しいままにし、シルマリルも奪われたからである。武勇に長けたマブルングも宝物庫の前で打ち死にした。このことは、後々の世まで、 両種族の間での確執となる。その頃ベレンとルーシエンは、オッシリアンドの最南に位置する川の中島トルガレンに住んでいた。彼らの息子、ディオール・エルヒールは、ガラドリエルの夫ケレボルンの演者ニムロスを妻とし、二人の間には、エルレードとエルリーンという二人の息子とエルウィングという名の娘がいた。ドワーフの大群が、石の浅瀬で、ケリオンを渡ったという知らせは、 オッシリアンドのエルフたちにも伝えられ、そこからベレンとルーシエンにも伝わった。さらにドリアスからも使いが来て、メネグロス内でドワーフたちが働いた老石が伝えられた。そこでベレンは立ち上がり、トルガレンを去るとディオルを伴って北へ向かった。オッシリアンドのエルフたちも多数彼に従った。メネグロスから抜きとについたノグロドのドワーフたちが、再び浅瀬に差し掛かったとき、彼らは、 不意打ちを受けることとなった。ドリアスでの略奪品を背負ったドワーフたちがゲリオンの土手を登った時、森中にエルフの角笛が響き渡り、一斉に矢が居かけられた。この最初の一撃で多くのドワーフが死んだ。しかしこの待ち伏せを逃れたドワーフもおり、彼らはエレドルイン目指して逃げたが、エントたちが現れドワーフたちを森に追い込み、全滅させた。この合戦でベレンは、 彼の最後の戦いを行った。彼は、ノグロドのドワーフ王を討ち取ると、ナウグラミーヤを奪い取った。しかし、ドワーフ王は死に瀕しながら、ドリアスの財宝すべてに呪いをかけた。そこで、ドリアスの宝は、アスカール川に沈められ、この時からこの川は、ラスローリエルと名付けられた。しかし、ナウグラミーヤだけは、ベレンの手で、トルガレンに持ち帰られた。 ドアーフどもが殲滅されたことを知っても、ルーシエンの嘆きが止むことはなかった。しかしナウグラミエアとシルマリルを身に帯びた彼女は、彼女の美しさも相まってトルガレンの地を私服の国のごとくに変えたとされる。束の間ではあるものの、これ以上に美しく、光に満ちた場所は、この世には存在しなかったと言われている。一方、ベリンとルーシエンの息子ディオルは、二人に別れを、 告げると妻や子供たちと共に、メネグロスへと出発し、無事到着した。シンダールたちは彼らの来訪を喜び、王と身内の死や、いなくなった王妃を嘆いていた日々から立ち上がった。そして、ディオールを王にいただきドリアスの王国を再建しようと、努めたのである。そんなある秋の夜のこと、メネグロスに一人のエルフがやってきた。彼は、オッシリアンドからやってきたエルフで、 ディオルに目通りを願った。彼はディオルに無言で宝石箱を手渡すとすぐ用を去っていった。箱の中にはナウグラミーヤがあった。ディオルはこれを見てベレンとルーシエンは今度こそ本当に死んでこの世を去ったことを知った。後の世の賢者たちが言うにはシルマリルの輝きが二人の死を早めたのだという。この宝玉を身につけたルーシエンの美しさは 少女必滅の地にあって、あまりにも輝きが強すぎたのである。そして、ディオルは、今や、父母の形見となった、ナウグラミアをその身につけるようになった。シンゴルの四次である、ディオルがシルマリルを身に帯びているという噂は、ベレリアンドに資産したエルフの間でも知られるようになり、フェアノールの息子たちの耳にも入った。そこであの恐ろしいフェアノールの制限が、再びその効力を発揮した。 放浪していた七人は再び集まると、ディオルの元に使者を出し、シルマリルを引き渡すよう要求した。ディオルはこれに大志虫を貫いた。そこで、ケレゴルムは兄弟たちを先導し、手勢を率いて、ドリアスに奇襲を仕掛けた。ここに二度目の同族殺害が行われたのである。ケレゴルムは、ディオルの手にかかって死に、クルフィンとカランシアも命を落とした。 しかしディオールと妻のニムロスも殺された。ケレゴルムのメシ使いたちは、幼いエルレードとエルリンを捕らえると、無情にも森に置き去りにし、餓死するに任せた。マイズロスはこのことを食いて、ドリアスの森を何日もかけて探したが、幼い兄弟の姿を乱すことはできなかった。こうしてドリアスは、完全に滅ぼされ、再建不能となった。しかし滅亡させた、フェアノールの息子たちも、 求めていたものを手に入れることはできなかった。というのも生き残った者たちはシリオンの加工に逃れ、その中にはディオルの娘エルヴィイングもいた。今や彼女がシルマリルの持ち主となっていたのである。ゴンドリンの没落フオールのツマリーアンはニアナイスアルノイディアドの2ヶ月前に彼と結婚し、子を解任した。そこでモルゴスは、 ドゥアゴンと親しい人間の戦士フーリンを捕獲して28年の間抗禁し、その後慈悲を装って解放した。ドゥアゴンに呼びかけるフーリンの行動によって隠れ、王国ゴンドリンの所在を掴んだモルゴスは、ついにこの残り少ないエルフの拠点を陥落させた。しかしこの時、ドゥアゴン王の孫にあたるエアレンディルは、無事に落ち延びていたのである。 エアレンディルの後悔成長したエアレンディルとその妻、エルウィングは、大会を渡ってアマンにたどり着き、バラールに、中津国の休場を訴えて、救いを求めた。こうして、バリノールからかつてない規模の軍勢が出撃し、西方からの干渉は、もはやないと高をくくっていた、モルゴスに決戦を挑んだ。モルゴスは、全兵力で迎え撃ち、最終兵器の空飛ぶ竜まで投入したが、ついに敗れた。 再び、案外ノールの鎖で縛られた、彼は、夜の扉の向こうの虚空に放逐され、エアレンディルによって、見張りを受け続けることになった。こうして、モルゴスはもはやアルダに手を出すことはできなくなったが、彼が、エルフや、人間の心に蒔いた悪の種は、決して消えることは、なかった。やがて起こるアルダ最後の戦い、ダゴールダゴラスにおいて虚空より帰還し、 バラールラとの戦いにおいて、マンドスの館から戻ったトゥーリンに心臓を貫かれ、滅びると言われている。ありがとうございます。